今週の土日、親戚が泊まりに来るからよろしく。そんな話聞いてないわ。言い忘れてた。嫁としてちゃんともてなせよ。土曜の何時頃に来るの？私午前中仕事なんだけど。昼くらいじゃない？仕事は有給でも使って休めばいいじゃん。そんな簡単に言わないで。いつも集まるときはお父さんの家なのに。新居のお披露目だよ。みんな俺が建てた家を見たいんだってさ。二人で建てたでしょ。うるせえ、いちいちちゃちゃを入れるな。そこは夫の俺を建てて感謝の気持ちくらい言えよ。またそれ？二言目には夫を建てろって。あなた変わったわね。そうか。新居を建ててから態度が横暴になったわ。前は気遣いもできて優しかったのに。当たり前だろ。俺は家の名義人で、お前よりも立場が上になったんだからな。夫婦に上下関係なんてないと思う。黙れ。これからは今までのように甘やかさない。俺の嫁として恥じないようビシバシしごくからな。覚悟しておけよ。はあ？返事ははいのみ。俺の命令は絶対だ。何それ。ってことで、親戚の集まりは和牛のたたきや刺身、豪華なご馳走でもてなせ。今月は引っ越し費用に家具や家電製品を揃えたから節約しようって言ってたじゃない。お前はたんまり貯金してるんだから余裕だろ。そんなにないわよ。そもそもなんで私が負担しないといけないの？嫁は夫やその親族に尽くすものだ。こんな常識もわからないのか。非常識の間違いでしょ。それに金曜日は仕事で帰りが遅いから、そんな手の込んだものは作れないわよ。ふざけんな。俺に恥をかかせる気か。じゃあせめて買い物しておいてよ。嫁の分際で夫を動かすな。あなたの親族をもてなすのよ、それくらいして。嫌だね。そもそもお前は嫁としての自覚がなさすぎる。嫁は夫に。ああ、もううるさい。今仕事中だから帰ってから話しましょう。おい、勝手に話を終わらすな。クソが。なーにあの言い方、イライラする。私はユキエ、29歳。夫のカズマと結婚して2年になります。以前の彼は優しかったのに、家を建てた途端にこの態度。雷にでも打たれて人が変わってしまったのでしょうか。カズマの両親は7年前に離婚し、今は義父としか関わっていません。その義父も男尊女卑が激しく、親戚もほとんどが未婚か罰がついてる男ども。みんな今のカズマみたいな性格で、私は正直苦手でした。そんな人たちが泊まりに来るなんて。お願いだから何も起きないで。そんな私の思いは虚しくも砕け散るのでした。集まり当日、親戚の人たちの前で頭をひっぱたくなんて最低。夫の俺に指図するからだ。嫁のくせに生意気だって父さんたちも言ってただろ。普通は止めるでしょ。みんなして私を嘲笑って。あなたの親族は異常よ。ふざけんな。自分のことを棚にあげやがって。私はお酒の買い出しに行かないといけないから、その間に料理を運ぶよう頼んだだけじゃない。親戚の前では俺を立てろよ。お前のせいで恥をかいただろ。それくらいやってよ。あなたの親戚なのに私しか動いてないじゃない。それが嫁の務めだからな。文句言うんじゃねえ。昨日仕事で帰りが遅いって伝えたのに、買い出しすらしてくれない。そのせいで私は朝早くから動く羽目になったのよ。知るか。お前が予定を管理できてないからだろ。今日だって上司に頭を下げて有給を使ったのに、感謝すらしてくれないんだね。そのくらいで感謝を求めるとか、恩着せがましい女だ。何それ。それよりもあんな料理を作りやがって何考えてる。問題でも、俺は和牛や刺身を出せって伝えたはずだ。それなのに煮物なんて質素なものを出しやがって。それは前に説明したわよね。あなたがお金を出してくれないんだから仕方ないじゃない。夫の親戚をもてなすんだからお前が払うべきだろ。本当にダメ嫁だな。なんでそこまで言われなきゃいけないの。生活費は折半なのに、
家事はすべて私。もう限界。甘えるな。できないなら離婚するぞ。わかった。え？オッケー、離婚しよ。私もこんな生活耐えられないし。いや、冗談だぞ。私は本気だけど。いやいや、家も買ったばかりでローンだってあるんだ。離婚なんてありえないだろ。別にいいじゃない。てか、冗談で離婚を切り出す方がありえないんだけど。父さんに言われたんだよ。どういうこと？一軒家を持ったら一人前の男だ。これからは嫁に舐められないよう厳しくしつけろってさ。家を買って急に態度が変わったのはそういうことだったのね。その時に嫁が歯向かうようなら離婚を切り出せ、そうすれば言うことを聞くって教えてもらったんだ。それを鵜呑みにするなんてどうかしてるわ。親戚のおじさんたちも同じことを言ってるんだから正しいに決まってる。それでお父さんはお母さんに捨てられたんじゃない？うるせえ。てかお前も承諾するなよ。そんな軽い気持ちで俺と結婚したのか、このクソ女。自分から言い出したくせに。それよりも早く帰ってこい。みんな待ってるんだぞ。今買い終わったところよ。とりあえずお酒だけ置きに帰るわ。早くしろこのノロマ。道中ちゃんと反省してこい。2時間後。何度も電話してこないで。履歴100件とか気持ち悪いんだけど。やっと返信してきたと思ったらなんだその態度は。親戚の集まりを途中で抜けるとか何考えてんだよ。あんなことされたんだから当たり前じゃない。ちょっと笑い物にしただけだろ。みんなの前で顔面にお酒をかけるなんてありえないわ。お前が口答えするからだ。熱湯じゃないだけありがたいと思え。目に入って痛いし充血してるのよ。大げさだな。時間が経てばそのうち治るだろ。しかも人が一生懸命作った料理をまずいだろ。こいつ何もできないんだよって嘲笑って最低。だって本当のことじゃん。リクエストしたものを作らないしとろいしさ。その割には箸が進んでいたよね。それしかつまみがないから仕方なくだ。父さんたちだって俺の意見に賛同してたんだから。お前が間違ってるんだよ。そう言うと思った。少し悪乗りしたくらいでヒステリー起こしやがって。お前のせいで場がしらけたんだぞ。今すぐ戻ってきて全員に謝れ。絶対に嫌。父さんたちだって嫁のくせに生意気だって呆れてるぞ。そんなんだからお母さんに捨てられるのよ。ああ？あんたの親戚は男尊女卑する奴らばかりでヘドが出る。その証拠に親戚は離婚されてるか罰がついてる人しかいないじゃない。嫁の分際で俺の親戚になんてこと言うんだ。立場をわきまえろ。本当のことでしょ。ああ言えばこう言いやがって。可愛げのかけらもない女だな。そんなんだから受け入れてもらえないんだぞ。もう親戚じゃないし別にいいよ。は？もう会うこともないしね。何言ってんだよ。ついに頭おかしくなったか。失礼ね。あなたとはもう他人だって言ってるの。待て待て、どういうことか分かるよ。説明しろ。さっき離婚届を出してきた。はあ？優しかった時のあなたに戻ってほしかった。でも私の言葉を聞き入れてくれないし、あんな扱いされてさすがに限界が来たわ。だって俺は夫だし。その考えがおかしいってまだわからないの？夫婦は支え合うもので上下関係なんてない。てか俺は離婚届にサインなんてしてないのにどうやって出した？まさか偽造か？家を建てた時にお父さんから言われて帰ったでしょ。ああ。俺は母さんと別れる時に何かと苦労したからな。お前らも何があるかわからない、一応書いておけって。そうだった。その後すぐに嫁が口答えしたらこれで脅したらいいって父さんから助言をもらったんだ。あの男なら言いそうね。それを鵜呑みにするなんて本当にくだらない。嫁の分際でその態度はなんだ。もう他人よ。元のあなたに戻ってくれると信じて離婚は思いとどまったけど、もっと早く決断すればよかった。だからって勝手に出すことないだろ。むしろ最初に離婚を切り出したのはあなたの方でしょ。だからあれは冗談だって。私は本気だと伝えたわ。
ふざけんな。家のローンはどうするんだよ。家を購入するときに家のローンは折半、離婚しても半分はお互い必ず払うって書面に残したでしょ。あ、まさかまた忘れてたの？あなたから言い出したんじゃない？でも離婚したいのはお前だろ。全額支払え。書面を書いた時に弁護士に立ち会ってもらってるし、半額しか支払わないわ。それなら一括だ。分割は認めないぞ。家を建てる時に頭金として半額入れたでしょ。それが何だってんだ。あれは私の独身時代の貯金よ。だから私はもう支払ってある。ふざけんな。結婚したんだからそれも夫婦の貯金だろ。一人で払ったことにはならん。独身時代の貯金は共有財産にはならないの。お前が払った証拠はない。俺の稼ぎから頭金を振り込んだって証言すればいいだけだ。そんなの通帳を見せればいいだけじゃない。日付が記載されてるし、引き出した額と頭金の額を照らし合わせれば一発でわかるわ。クソが。じゃあ慰謝料支払え。はい。俺に恥をかかせて精神的苦痛を与えた。1000万請求する。アホすぎて頭が痛くなる。俺は本気だぞ。弁護士を立てて訴えてやるから覚悟しろ。そんな訴え誰も依頼を受けてくれないって。それに慰謝料を支払うのはあなたの方よ。ふざけんな。お前に請求する権利はねえ。私にお酒をかけたでしょ。目が充血してるから後で病院に行って診断書を出してもらうわ。そんな放っておけば治るだろう。それにしてもあの時のお前の顔は傑作だったな。思い出しただけで笑える。私ね、今警察署にいるのよ。なんで？まさか万引きで捕まったとか？そんなわけないでしょ。被害届を出しに来たの。お酒をかける行為は暴行罪になるって知ってた？え？ LINE で自白してるし、病院で診断書を出してもらえば傷害罪になるってさ。はあ？ちょっと待てよ。そんなことで大げさすぎだろ。法律だからね。ちょっと待て。確かにやりすぎたかもしれん。ごめん。今さら謝罪なんていらない。本当にすまない。反省してるから被害届は取り下げてくれ。メリー頼むよ。昔の俺に戻るって約束する。お互い水に流してこれからは仲良くしていこう。正気？もちろんだ。その代わりお前にも悪いところがあったんだから、ちゃんと親戚の前で謝るんだぞ。は？あれだけ俺が口を酸っぱくして言ったのに、嫁としての自覚を持たなかっただろ。何も分かってないわね。それはお前の方だって。むしろ発端はお前が俺に口答えしたからじゃん。ふざけんじゃないわよ、このクソ脇が野郎。え？この会話の流れでよくそんなこと言えるわね。頭おかしいんじゃないの？いや、その前に脇がって、俺そうなの？今更？なんで言ってくれないんだよ。何度か遠回しに指摘したけど、 T シャツが生乾きなだけって逆ギレして認めなかったんじゃない？だってそうだと思ったから。今までは好きだったから我慢できたけど今は無理。臭くて男尊女卑志向のクズ野郎と夫婦生活を続けるなんて拷問だわ。そこまで言わなくても。とにかくよりを戻すことは絶対にない。私たちはもう他人よ。謝っただろ。何がそんなに不満なんだよ。話にならないわね。後のことは弁護士に頼むから。待てて、考え直してくれよ。本当に反省してるんだ。そう思ってるなら罪を償って、二度と私の前に現れないで。逮捕だけは嫌だ。前科がついたら会社をクビになっちまう。自業自得でしょ。私には関係ないわ。じゃあこれから病院に行くから、さようなら。頼むからチャンスをくれ、ユキ。後日談。カズマは傷害罪で逮捕され罰金刑が下されました。弁護士のおかげで離婚も成立。治療費と慰謝料で彼には60万を請求しました。前科がついたカズマは懲戒免職になったそうです。その後家のローンが払えず泣く泣く売りに出したそうですが、買い手が見つからなかったとのこと。結局悪徳な不動産会社に相場よりも安い金額で売ってしまい、全額返済はできなかったようです。
今回のことで彼は父親や親戚たちにあんたらの教えのせいでこうなったと抗議したそうですが、大喧嘩になり絶縁されたとか。前科がついたことで家も借りれず、今は公園の炊き出しに並んで食いつないでいるそうです。私はというと、仕事に打ち込んだ結果昇進が決まりました。今は猫カフェにはまり、推しの猫様に貢ぐ毎日を送っています。お姉さん、駅のコインロッカーにうちの娘入れたからお世話よろしく。意味がわからない。大百駅の改札の手前にあるロッカーね。娘ってまだ生後3ヶ月とかだよね。そうだよ、ギリ入ってほっとした。アホなの？人としてやっちゃいけないってわからない？別に何日も入れとくわけじゃないじゃん。あんたの通勤経路だし、すぐ回収できるでしょ。早くして。何を？ドッキリでしたって言ってよ。マジなんだけど。嘘でしょ？本当だとしたら鍵は？今パスワード方式とかあるみたいだけど、そういうやつ？うんうん、閉めてない。は？だってお金かかるじゃん。少しでも居心地いいように大きいサイズのロッカーにしたんだけど、高いから払うのもったいなくて。じゃあ他の人がもう見つけてるかもよ。いやー、ここら辺は観光客も来ないし、誰もロッカーなんか使わないって。だったら早く警察に言わないと。やめてよ。何のためにお姉さんに頼んだと思ってんの？他人に迷惑かけたくないからじゃん。あんたがそれを言うか。会社の最寄り駅でしょ、さっさと行ってきて。私今ブラジルだよ。は？時差が12時間だからそっちはまだ朝だろうけど、こっちはもう夜の10時過ぎてるの。旅行？いつ戻るの？仕事だからあと数年は帰れない。お兄ちゃんは？一緒だよ、彼の転勤についてきたからね。なんで私に一言も言わず勝手に行くの？それが夫の意向なので。どうしてよ。ブラコンのあなたがブラジルに行くことを知ったらどうしてた？全力阻止に決まってるじゃん。それが理由よ。ありえない、私を置いていくなんて。あなたは結婚して旦那さんも子供もいるでしょ。いい加減兄離れしなさい。黙れこの泥棒猫。はい？あんたがお兄ちゃんを奪ったから私はこんなどうでもいい男と結婚するしかなかったんでしょ。仮に奪わなくても兄との結婚は無理よ。いつ法律が改正されるかわからないもんね。気持ち悪いこと言わないでよ。あ、よかった、赤ちゃん保護されたみたい。え？前の勤め先の同僚にすぐ連絡したら、ちょうど駅の近くにいたみたいで、駅員さんに警察呼んでもらったって。うーわー、最悪。大事になったらどうしてくれんのよ。そんなこと言ってる場合じゃない。今どこなの？すぐに戻りなさいよ。旅行だから無理。は？母親も息抜きが必要なの。だったらなんで旦那さんに子守を頼まなかったのよ。だってあいつうるさいんだもん。誰とどこに行くんだってしつこく聞いてくるし。そりゃ心配だからでしょ。行き先も言わないで旅行なんて。家族ならありえないし。もう誰も私の気持ちなんて分かってくれない。マジで腹立つ。なんで母親ってだけでこんなに辛い思いしないといけないわけ。何もかも嫌。子供なんていらない。私も落ち着いたらブラジル行くから部屋用意しといてよ。じゃあね。ちょっと待ちなさい。このままじゃ捕まるよ。既読無視かよ。数日後。大好きなお兄ちゃんからの連絡も無視するなんてどうしちゃったの？お兄ちゃんなんて嫌い。私のこと捨てるなんて。もう兄弟じゃないわ。それならそれでいいけど、旅行からはもう戻ったんだよね。うん、今朝ね。ああ、そっか。そっちは20時くらいだね。今まで何してたの？旦那からの着信だらけだったし、どうせ怒られるから家に帰らずフラフラしてた。とりあえず警察からの連絡には出た方がいいよ。じゃないと指名手配されるから。私が何したっていうわけ？
あんたに子供預けただけでしょ。だったら悪いのはそっちじゃん。そんな理屈通用しないの。すでに旦那さんは警察に呼ばれて、いろいろと話をしてるみたいだよ。そりゃそうでしょう。あいつが種馬なんだから。なんて言い方。何かあれば全部母親のせいにするって、どうかと思う。今回のことに関しては完全にあなたのせいだよね。私がそうなるに至った経緯を警察は理解してくれるわけ？どんな理由があっても人を殺しちゃいけないと同じ。じゃあ刑務官が死刑囚にやることはいいわけ？へりくつこねないでよ。そんなことより赤ちゃんの様子とか気にならないの？無事なんでしょ？じゃなければあんたがそんな冷静なわけないもん。念のため入院したり、いろいろと大変だったみたいよ。でも生きてるなら問題ないっしょ。それじゃ済まないんだけど。そういうわけだから、私今からブラジル行くね。は？やっぱり私が一緒にいたいのは、お兄ちゃんだけなんだよね。さっきもう嫌いって言ってなかった？一瞬嫌いになったけど、許してあげたの。私って優しすぎ。ブラジルって広いよ。居場所を教えないけど、どうやって探す気？まさかアマゾンに住んでるわけじゃないでしょ？それなりに都会で日本人が住める治安のいいところって言ったら限られてくるじゃん。無駄に良すぎる推理力。というわけでチケット代よろしく。何の？飛行機しかないでしょ。船で行けとでも言うわけ？犯罪者が逃げるのを手伝うことになるからやだよ。そういうのは分かってた。だったら諦めて。来られても困るし。今あんたの実家の前にいる。は？あんたに直接害を加えられない以上、身近な人間を狙うしかないでしょ。旅行から戻ったんならうちの実家じゃなく警察に行きなさいよ。あんたの親の命は私次第よ。さあどうする？どうもこうもそんなことして捕まるのはあなたよ。こうやって犯行予告までしちゃってるんだし。だとしてもあんたの親は道連れになるわ。それはやめてほしい。老後をのんびり穏やかに暮らしてるの、邪魔しないであげて。だったらブラジル行きのチケットを手配して今後の生活の面倒も見なさい。ごめん無理、夫がダメだって。説得して。どうやっても首を縦に振らないの。嫁の実家がどうなってもいいのね。好きにしろって。あんた見捨てられたのよ、かわいそうに。まあ仕方ないよね。じゃあ殴り込んでくるわ。ジジイもババアもボコボコにするから覚悟しといて。本当にやめた方がいい。交渉決裂でやけくそだから手加減しないわよ。お願いだからすぐに引き返して。20分後。なんなのあの親父は。はあ、だからやめろって言ったじゃない。父は空手の師範代だから、あなた程度の女子に負けるわけがないの。それを早く言いなさいよ。言ったら引き返すでしょ。警察が来るまではそこら辺をうろうろしてて欲しかったから。え、今うちの倉庫に閉じ込められてるんだよね。そうなの、カビ臭くて耐えられない。早く出して。出るときは手錠をかけられるときだよ。赤ちゃんは無事だったんでしょ。だから何度も言うけど、そこが基準じゃないの。保護の必要な子をロッカーなんかに放置したことが問題なんだってば。母親の私が我が子をどこに置こうが、周りがごちゃごちゃ言うことじゃなくない？何なの？日本の法律ってマジでクソじゃん。子供っていうのは弱い存在だから、社会全体で守っていかないといけないんだよ。あなたみたいな母親がいるから法律が整備されてるの。意味不明なんだけど。子供本人が私にクレームがあるなら仕方ないけど、まだ喋れないし怒ってるわけじゃないのに。こういう非常識な人ってなんで一定数いるんだろう。同じ親から生まれて同じ環境で育ったのに夫とは大違い。うるさいな。とにかく早くこの倉庫から出せって言ってよ。
あなた母のこと蹴り飛ばしたんでしょ。小さくて弱そうだったから、とりあえずババアから潰そうと思ったの。でもあんたの親父も私を投げ飛ばしたんだからお互い様じゃん。順序が違うよね。あなたが母を蹴ったから父が投げ飛ばした。父の行動には理由がある。どんな状況であれ女に手を出すのは良くないと思う。誰が言ってるのよ。あんたの父親もうなわだね。ざまあみろ。母を守るためならそんなこと苦だと思わないわ。その程度のことで勝ったなんて思わないで。黙れ犯罪者の娘。あなたは不法侵入したことでその罪も追加される。私の実家を突撃するから飛行機代出せと脅したことも犯罪になるから。あれは交渉でしょ。どこが。少しは国語勉強しなさいよ。お前がな。逮捕からの懲役だけでもやばいけど、浮気による慰謝料とか離婚後の養育費とか大変なことが待ってるから、悪態ついてる暇ないと思うよ。はい、何適当なこと言ってるんですか。浮気なんてしてません。旦那さん証拠持ってるらしいよ。え、産後の行動がおかしくて探偵つけてたみたい。なんで。産後なのに子供預けて頻繁に出かけたりしてたんでしょ。そりゃ怪しむわよ。それはただの息抜きで。男性とホテルに行くことを産後の息抜きとは言わないの。うわーくそ、なんでバレてんだよ。普通のお母さんは子供優先に動くところ、あなたがそうしなかっただけ。それが旦那さんの不信感につながったのよ。なんなの、女だからとか母親だからとか、そういう決まりって誰が作ったわけ。誰すぎるんだけど。じゃあ産むんじゃないわよ。はあ、子供に全力で向き合えないなら産むなって言ってんの。うるさい、一人も産んでないくせに偉そうに言うな。産んでないから、産みたくても産めない体だから、あんたみたいな適当な親を見てると腹が立つのよ。え、私だったらちゃんと愛してあげるのに、もっと大事にしてあげるのにって、嫌なニュース見るたびに思う。だからって私に八つ当たりされても。そうじゃない、ただ悔しいのよ。私ならそんな思いさせないのにって。だからなぜ私じゃなくてあなたみたいな人間のもとに可愛い赤ちゃんが来てくれたのか、それを塀の中でよく考えなさい。塀の外で考えたいから協力してよ。無理、あなたのような人間は一度痛い目に遭わないとわからないの。あんたの親父にやられて十分痛いから。心をえぐられるような痛みはまだまだこれからよ。おそらく旦那さんは二度と子供には会わせないと思う。数年してあの子をどうしてるかなって思った時には遅いの。会いたいって思ったって構わない。その時に感じたことのない痛みが襲ってくるはずだから。そんな、だって自分のお腹の中で10ヶ月も育ててきて最大でつながってたんでしょ。こんな奇跡的な存在が他にいる。そう言われるとすごく大事な気がしてきた。遅い、私生まれ変わるから。遅い、お兄ちゃんに依存せず自立するし、みんなにも心を込めて謝る。遅い、そんなこと言わないで。何事にもタイムリミットがある。それを過ぎたら取り返しがつかないの、覚えておきなさい。もっとそういうこと早く教えてほしかった。自分で気づかないと意味がないから。じゃあ塀の中へ行ってらっしゃい。お姉さま、私を見捨てないで。後日談。父が倉庫を開けた時、涙で化粧がボロボロ落ちた玉美が暗闇にいたので、化け物が出たかと思ったと笑いながら話してくれました。今さら泣いたところでって感じで誰も同情してませんが、旦那さんは当然離婚を決意し親権も勝ち取りました。慰謝料や養育費の請求も弁護士に任せたようで安心ですね。総額1000万近くか、大変そうだな。玉美は数々の犯罪行為により初犯にしては珍しく実刑となりました。唯一知ってる住所がうちの実家ということもあり、定期的に手紙が届くらしいのですが、私の代わりに父が文通をしているそうです。毎回空手で根性を鍛え直せと書いたハガキだけを送り返しているとか。
このやり取りに何の意味があるのか。父の考えは娘の私にも理解できかねますが、夫は相手してくれるだけ優しすぎると感謝しています。先日夫と帰国しました。やっぱり子育てするなら日本がいいよねと話し合った結果です。私に起きた奇跡に感謝して家族を守っていこうと思います。実家に行ってママの様子を見てきた。完全に認知症だわ。え？前々から怪しいと思ってたけどな。もう息子である俺のことも全然わからないみたいだ。そんな、お母さん。俺はその辺で飯食って帰る。明日からお前がママの介護をしっかりやれ。はい。家のことなら心配すんな。萌だってもう小3だし、俺と二人でどうにかする。私が一人でお母さんを見るってこと？そうだよ。こういうのは嫁であるお前の役目だろ。俺は仕事があるし。明日から毎日あなたの実家に帰って行ってるわけ？だからそうだって。別に楽勝だろ。車で20分の距離だし、バスでも何でも使えばいい。急にそんなこと言われても、私は介護の経験なんて全くないのよ。じゃあママを一人にするってのか。もうお父さんもいないんだし、俺たちで見るしかねえだろ。それはわかってるけど。それともなんだ、高い金払って施設にでも入れろって。薄情な女だぜ。別にそうは言ってない。ただ私一人に全てを押し付けないでって言ってるの。大丈夫だよ、なんとかなる。例えば週の半分はヘルパーさんを雇うとか、週末はあなたが見るとか、そういう考えはないわけ？お前は専業主婦だよな。うん。俺には仕事があり、萌には学校がある。それに比べてお前は毎日クソして寝てるだけ。何よその言い方。家事はちゃんとやってるじゃない。あなたのお弁当だって毎日早起きして作ってる。だからそれをやらないでいいから、ママを見ろって話した。家のことは任せろってさっきも言ったよな。あなたは洗濯の一つだってしたことないよね。なんか不安だわ。ああそうかよ。だったらもういい。え？ママのことはほっとけ。いつか勝手に死ぬだろ。何言ってんの。考えてみたらその方がいいかもな。ママが死んだら遺産だって4000万くらい入るし、そもそも俺のことがわからないママなんてママじゃねえ。自分の親でしょ、なんてこと言うのよ。いやでもな、深夜徘徊とかされたら俺のとこに連絡が来るかも。嫌な事件とか起こされても面倒だし、やっぱお前が行け。さっきから自分のことしか考えてなくない？そんなことね。でもいいわ、私がお母さんの介護をする。あ、そうか、サンキュー。結婚当初からお母さんにはよくしてもらったし、まだまだ元気でいてもらいたいから。もうお前のことだってわかんないかもしれねえけどな。それは仕方ない。でもたまにはあなたも手伝ってよね。じゃないと私が倒れちゃうかもしれないから。はいはい。ヘルパーさんのことも真剣に考えといて。へいへい。真面目に聞いてよ。わかってるって。でもママだって70過ぎだし、そんなに長生きしねえから。そういう不謹慎な発言もやめて。じゃあ明日からよろしく。1週間後。今日もこっちに泊まるわ。そうか、介護初日からずっとだな。だって目が離せないもん。おしっこだってトイレ以外の場所でしちゃうし、夜中に外に出ようとするし。そりゃ大変だ。人ごとみたいに言わないでよ。もういっそのことそっちに住んだらどうだ。はい。4人で一緒に住もうじゃなくて。冗談はよせ、ボケたママの顔なんか視界に入れたくねえよ。すごいこと言うのね。それにお母さんはまだ完全にボケたわけじゃない。トイレ以外の場所で用を足しちまうんだろ。そりゃもう人として終わってるから。あのね、まあ頑張ってくれよ。こっちはこっちでちゃんとやってるし。それなんだけど、この間萌から LINE が来たわ。なんて。あんた家事のほとんどを萌に押し付けてるそうじゃない。そうだよ。あっさり認めるのね。俺も仕事が忙しいからな、家事は全て萌にやらせてる。そもそも女の仕事だろ。あの子はまだ小学3年生なのよ。それがどうした。俺が小3の頃はすでにバイトとかしてた。しょうもない嘘つかないで、あなたも家のことはちゃんとやってよ。へいへい。出たその返事。それからもう一つ聞きたいことがあるんだけど。お、なんだよ。おい早く言え、気になるだろうが。あなた何してんのよ。うっ、急にびっくりした。
たった今萌から LINE が入った。高熱が出て辛いのにパパにお風呂掃除させられてるって。そうだけど。何考えてんの、すぐに休ませて。はあ、熱出したくらいじゃ家事はサボらせねえよ。一体どういうつもり。お前がいないんだから萌にやらせるしかねえだろ。つうかお前ママのこと殺しちゃえ。は、やっぱりママにはさっさとくさばってほしいんだよな。早く遺産欲しいし。何を言ってるの。うまいことできねえか。完全犯罪に挑戦みたいな。冗談でも言っていいことと悪いことがある。そんな怒んなって、割とマジなんだけど。あなたね。お、萌の風呂掃除が終わったみたいだ。一番風呂でも入ってくるか。早く休ませてあげて。今日のところはな。でも明日の朝飯は作らせる。ふざけないでよ。うるせえな。お前は黙ってママの介護してりゃいいんだよ。じゃあな。ちょっと、まだ話は終わってない。1時間後。鬼伝してくんな。やっとお風呂から上がった。あー、萌なんだけど解熱剤飲んで自分の部屋で寝たって。あ、そう。じゃあ明日から元気よく家事できるな。また無理させる気。当然。あのさ、あなたと話したいって人がいるんだけど。あ、誰だよ。お母さん。え、ちょっと変わるね。いや待て、ボケてるママと話すことなんか何もねえよ。大丈夫、今は正常だから。え、私言ったよね、お母さんは完全にボケたわけじゃないって。すごくたまにだけど意識がはっきりする時があるのよ。そうなのか。うん、それがちょうど今。私のことも認識してるし、あなたのこともわかってる。じゃ、変わるね。あ、え、タクヤ、ママ。なんだか久々に話す気がするわね。本当だよ、ずっと心配してたんだ。そうなの。ああ、その割には私の介護をすべて茜さんに押し付けてたみたいだけど。それはまあ、その俺も仕事とかあるし。そっか。ところで拓也、今茜さんのスマホで LINE してるんだけど、あなたと茜さんのトーク履歴をすべて見させてもらったわ。え、なんだかすごいこと言ってるわね。熱出したくらいじゃ家事はサボらせねえとか、ママにはさっさとくたばってほしいとか。いや、それは。こんな発言するってことは、私と親子の縁を切る覚悟ができてるってことなのかな。違う、それはそのちょっとした冗談だよ。茜さんが言ってたわね、冗談でも言っていいことと悪いことがあると。ごめんなさい。もう謝らないでいいわ。あなたの本性がクズだってことは十分に分かったから。ママ、さっき茜さんと話し合って決めたことがある。私は自分のお金で施設に入ることにした。え、認知症が進めばこういう判断もできなくなる。だから正常に頭が働くうちに決断したの。幸い貯金なら4000万ほどあるから。いや、でも施設は高いし、茜が介護すればいいわけで。まだそんなこと言ってるの。私の遺産がそっくりそのまま欲しいから。違う。言っとくけど、あなたに遺産は渡さないわよ。へ、全て支援団体に寄付することに決めた。本当はお世話してくれた茜さんにあげたかったけど断られちゃったからね。すでに一筆書いてある。は、何言ってんだよ。早く遺産が欲しいからママのこと殺しちゃえ。あなた茜さんにこんなこと言ってたわね。いや、我が息子ながらヘドが出る。こんなクズ男には1円だって渡したくない。あれも冗談だって。あなたとは親子の縁を切る。今のうちに伝えられてよかった。ママ本当に悪かったよ。マジで反省してる。だから考え直してくれ。ママ、ちょ、聞いてる。え？え？ごめんなさい。どちら様？はい。私よ、あかね。ママは？また認知症が発症しちゃったみたい。今は鼻歌歌ってる。マジかよ。次はいつ正常に戻るんだ？わからない。もう二度と戻らないかもしれないし。そんな。俺には遺産を渡さないって言われちまったんだぞ。どうにか許してもらわないと。諦めるのね。あなたが全て悪いんだから。じゃあせめてお前が受け取れ。何断ってんだよ。そんな大金悪くて受け取れないわ。気持ちは嬉しかったけど。アホか、4000万だぞ。すぐにママを正気に戻してやっぱりもらうと言え。それより私の話いいかな。はあ、なんだよ。萌からちょくちょく LINE で聞いてるんだけど、あなた私がこっちに来てから夜中にこそこそ出かけてるそうね。ああ、それは
一度出たら何時間も帰ってこないみたいだけど、一体どこに行ってるの？コンビニだよ。カップ酒買って公園のベンチで飲んでるんだ。夜の平均気温ってマイナス2度とかだと思うけど。それがまた気持ちいいんだよ。それより遺産の話だ。へえ、今も外に出てるんだ。え、萌からそうラインが来た。あいつ寝たんじゃなかったのか。なかなか寝つけないみたい。それより早く教えて、こんな時間に出かけて何やってるの？だからコンビニだって。まさか浮気？はあ、そんなわけねえし。何言ってんの？はあ、実を言うと裏は取れてる。え、ここ数日間更新状使って調べたから。マジかよ。どうする？せめて自分の口で話すなら遺産のことを考え直してもいいけど。浮気してました、すみません。はい、や、お前クソかよ。いや、でも浮気っていうか、適当にナンパして金で若い女を引っ掛けてただけで。私が介護してる間にそんなことしてたんだね。信じられない。え、もう全部分かってたんじゃないの？試しにカマかけてみただけよ。そしたらあんたがバカみたいなリアクションするから、さらにカマかけただけ。なんだよそれ、卑怯だぞ。お母さんに対する言動や萌への仕打ちですでに離婚は考えてた。でもあなたは予想をはるかに超えるクズだったんだね。え、離婚？もう確信した。これ以上あんたといるのは無理。そんな。浮気の慰謝料と萌が成人するまでの養育費は払ってもらうから。いや待ってくれよ、遺産ももらえないのにそんなの無理だって。知るか、実は俺今月いっぱいで会社を辞めるんだよ。はい。上司はムカつくし、後輩は俺より先に出世するし、もうやってらんなかったんだ。すでに退職願いも出した。遺産を当てにしてってこと？そうだよ。どうせママはすぐにくたばると思ったし、いざとなったら殺しちゃうのもありかと思って。こいつ狂ってるわ。今さら退職願いは取り下げられない。上司に単価切っちまったからな。じゃあ今のうちにバイトでも見つけろ。頼むよ茜、どうか俺を許して、そして遺産も受け取って。黙れクズ、喋れば喋るほどゴミね。これからは家事もちゃんとやるから許してください。お願いします、何でもします。本当に反省してるの？え、はい。じゃあ最後のチャンスをあげる。本当ですか？お母さんが施設に入るまで1週間くらいはあると思う。その間家のことは全てあなたがやること、そして明日にでも萌を病院に連れていくこと。そしたら許してあげるわ。わかりました、必ずやります。ちゃんとやるのよ、毎日萌に確認するからね。はい。じゃあそういうことで。イエッサー。後日だ。何がイエッサーだよ。もちろん許すわけないので、お母さんが入居した後に即離婚してやりました。浮気の慰謝料と養育費を合わせた請求金額は700万円ほどになり、会社を辞めた拓也は現在ボラアパートでアルバイトをしながら支払いを続けています。遺産を諦めきれないのか、拓也はちょくちょく施設に顔を出していたそうですが、正常モードのお母さんに面会拒否されてしまったようですね。なんとも哀れな男です。私はパートの仕事を見つけ、萌と二人で平穏に暮らす毎日。お母さんの施設へもたまに足を運び、私を認識してくれる時に世間話をしています。あんたの家の玄関に娘を置いてきたからよろしく。え、どちら様ですか？もう何言ってんの、ルリよルリ。ルリってお姉さん？5年ぶりですね。よく私の連絡先分かりましたね。あなたの知り合いを SNS から見つけてようやく連絡先手に入れたのよ。そうですか。で、娘を玄関にってどういうことですか？子供がいたんですか？そうよ、3年前に産んだの。早く家に入れてあげてね。仕事があるので無理です。嘘おっしゃい、家からテレビの音が聞こえたわよ。どうせゴロゴロ暇してるんでしょ？違います。そもそもなんで家の住所知ってるんですか？義実家に行った時にあんたの住所のメモを見つけて写真撮ってたのよ。役立ったわ。困ります、子供の世話なんてしたことないですから。ご飯あげてトイレ連れてって風呂入れて寝かせるだけよ。じゃよろしく。話にならない。
兄に頼んだらいいんじゃないですか。無駄よ、あの人今海外赴任中なの。そもそもなんで私なんですか。自分の子なんだから自分で見たらいいのに。そんな言い方ひどいわね。実は父が大病を患ってね、そのお世話をしないといけないの。それは大変だとは思います。では保育園に預けてはどうですか。何年も会ってない私に頼るより安心ですよ。保育園ってお金かかるでしょ。あんたは暇そうだから。暇じゃないです。というかこの子ハーフですか。金髪に青い目。ルリさんって日本人ですよね。まあ失礼ね。似てないって言いたいの。私の曽祖父がアメリカ人なのよ。そうですか。どちらにしても子供の世話は無理です。もう迎えに行ける距離にいないから任せるね。じゃあよろしく。ちょっとお姉さん困ります。私は佐藤明日香、25歳独身。実家とは冠婚葬祭でしか顔を合わせないほど不仲のため、一人暮らしで在宅のウェブライターをしています。私には4歳年上の兄がいるのですが、兄の結婚を機に疎遠になりました。原因は兄嫁のルリさん。かなり独占欲が強く、妹の私ですら交流を禁止してくるのです。さらに兄に私からいびられていると嘘をついたルリさんによって兄弟仲は最悪に。そんな諸悪の根源、ルリさんから突拍子もないお願いをされ、気づけば1年が経ちました。そう、あれから1年、ルリは子供を迎えに来ません。連絡しても実家が大変、迎えに行っても娘の世話はできない、子供にもしものことがあってもいいの？と半ば強制的に押し付けてきます。彼女の家族の連絡先は知らなかったので、仕方なく育ててきました。そしてこの子をめぐり、この後とんでもないことに巻き込まれていくことになるのです。1年預かってた娘ちゃん、今日連れて行くからね。さすがにもうこれ以上は預かれないからさ。は？アスカ、俺娘なんていないぞ。しらばっくれないで。この1年本当に大変だったのよ。家にある家具も食器も壊されて、嫌なことあるとすぐに物を投げるの。え？しまいには仕事で使うパソコンまで壊されて納期に間に合わなかったんだから。それ本当の話なのか。こんな嘘つくと思う？お願いだから早く迎えに来て。私このままじゃおかしくなる。何がどうなってんだ。私が聞きたい。だいたいさ、なんで今まで私からの連絡を無視してたの？お前から連絡なんて来てないぞ。は？何回も迎えに来てって送ったんだけど。いや、来てない。どういうことだ。あれ、いつの間にかお前のアカウントをブロックされてる。やっぱりそんなことだろうと思った。おかしいな、いつブロックしたんだ。しらばっくれないで。私と連絡取りたくなかったんでしょ。は？そんなわけないだろ。むしろお前の方が俺と連絡取りたくないって言ったんだろ。言ってないわよ。だってルリがそう言ってたぞ。え？何がどうなってんだ。私たちはルリさんに振り回されてたの？そうみたいだな。それに娘って本当にルリが連れてきたのか。そうだよ。明らかにハーフの子なんだけど、ルリさんの曽祖父さんがアメリカ人なんだって？いや、確か違うよ。ルリの家系は全員日本人のはずだけど。え？それも違うの？これは一旦調べる必要があるな。何企んでんだか。アスカ、協力してくれるかな？もちろん。私も真相を知りたい。ここまで巻き込まれて。兄さん、今どこにいるの？俺は海外赴任中だったが、ちょうど明日から一時帰国する予定だ。それはルリさんも知ってるよね。うん、伝えてる。でも今回の件があるから帰宅日程が伸びたことにして、少し調べてもいいなと思ってる。じゃあうちに来る？子供にも会わせたいし、私もこれ以上一人で世話するのは厳しいんだよね。じゃあお言葉に甘えて一時泊まらせてもらうよ。子供は明らかに俺の子ではないけど、放り出すわけにもいかないもんな。警察に届ける？それも考えてる。でもルリは誰の子か知ってるはずだからな。
そうだね。やっぱりルリさんに迎えに来てもらわなきゃね。子供を引き渡す前に調べられることを調べよう。最悪の場合が考えられるしな。そうだね。兄さん大丈夫？まあ今の状況に混乱はしてるけど、整理して取るべき行動は取らないと。無理しないでね。とりあえず明日家で待ってるね。後で住所送っとく。ルリさん、いい加減子供を迎えに来てください。またあんた、親の世話があるから無理だって言ってんでしょ。しつこいな。ではこのまま警察へ連れて行きますね。は？警察？意味わかんないんだけど。だってこの子ルリさんと兄の子供じゃないですよね。何言ってんの、私の子だって言ってんでしょ。頭おかしくなった？兄に連絡を取らせていただきました。え、連絡取れたの？はい、ブロックされてましたけど。そうなんだ。なんだか私たち兄弟ルリさんに振り回されているみたいなんですよね。何のこと？連絡先のこともですが、兄に聞いたら娘なんていないと言ってました。それはケイスケが単身赴任中に出産したから。そんなことありえないですよね。もしそうだとしたら逆に誰の子なんです？ああもううるさい。とにかくその子よろしくね。兄があなたに話があるそうなので変わりますね。え、ケイスケそこにいるの？もう変にかき回されたくないので3人で話しましょう。ルリ、まさかお前がこんな最低なやつだとは思わなかったよ。ああ、ケイスケ違うのよ。その子は私の妹の子で。私には3年前に自分が産んだと言いましたよね。もう全部わかってるからごまかすな。ほんとよ、世話を頼まれたけど私は忙しくて無理だったからアスカさんに。私はそれを何度も断りました。それを無理に預けてきたんじゃないですか。うるさいわね。お前の妹は独身だろ。それにその可能性も見てもう確認済みだ。妹に連絡したの？じゃあきっと妹の友達の子供だったのかも。もう言い訳やめろよ。どうせお前の浮気相手の子供だろ。え、なんで知って？やっぱりそうだったんですね。あなたも浮気相手も最低。あんたは黙ってて。今回のことを聞いてもしや浮気しているのかと思って更新所使って調べたらボロボロ出てきたわ。どういうことよ。今も一緒にいるんじゃないですか？え、違う。バレバレだよ。俺がいないのをいいことに浮気相手と家でイチャイチャか。最低だな。だってで、その男は離婚歴があって養育費や手当欲しさに親権を取ったみたいだな。え？知らなかったんですか？嫁が浮気して置いてった子供だって言ってたのに。その金で生活してて無職。そしてお前はその男に俺の給料を貢いでる。あなたの給料は私との共有財産なんだから何に使おうと私の勝手でしょ。開き直るんだな。その上、二人で過ごすには邪魔になった子供をアスカに押し付けた。アスカちゃんはどうせ暇なんだからいいじゃないの。将来のための勉強よ。私は暇じゃありません。在宅仕事してたんです。うっさいブス。どうせ月数千円の内職でしょ。お前の口から出てくる言葉は不快でしかないな。俺も愛想が尽きたわ。離婚する。離婚？いやよ、私の生活はどうするの？仕事してないのよ。働いたらいいんじゃないですか？無理よ、働きたくなくて専業主婦になったのに。知るか、慰謝料請求は弁護士通してしっかりするからな。相手の男にも言っとけ。慰謝料なんか払えるわけないじゃない。問答無用だ。じゃあ俺からはもう話すことはない。ケイスケ、私は賠償請求しますね。どうしてよ、何も弁償するものなんてない。忘れたんですか？あなたの浮気相手の子供にいろいろ物理的に壊されてるんです。それは私には関係ないじゃない。
そうですね。あなたには慰謝料請求しますけど。そんなことできるわけない。私、あなたたちのおかげでメンタルもやられたので心療内科に通ってるんですよ。そんなのあなたの問題じゃないの。私たちは関係ない。弁護士さんに相談してますので、今後は弁護士さんを通してお話ししましょう。弁護士？やめてよ。ケイスケにも離婚されたら私本当にお金ないの。それこそ私に関係ありません。浮気相手の方と話し合われたらどうですか。支払い方法について。いい加減にして。兄弟で私たちを追い込んで最低な人たちね。すべてブーメランですよ。あと子供はもうここにいませんよ。は？はい、今回の件で警察に引き取ってもらって祖父母の方が迎えに来られたそうですよ。ご両親は亡くなったって。知りませんよ。自分で聞いてください。嘘でしょ、そんなこと聞いてない。どうでもいいですけど。それでは今後直接の連絡はやめてくださいね。それでは。待って、謝るから。ごめんなさい、ケイスケにも謝るから。お願い許して、ごめんなさい。この後ルリさんと兄は離婚。ルリさんは貯金の使い込みも相まって慰謝料はかなり高額になったそうです。浮気相手側も親権を取られ、養育費の請求もされ、すっからかんに。一文なしの二人は風呂トイレなし6畳のアパートで昼夜バイトに明け暮れているのだとか。ただお金がない二人がうまくいくはずもなく、ある日取っ組み合いの喧嘩をして警察沙汰に。それがネットにも上がったそうで、身バレし、すべてのバイトがクビになったそうです。二人の不幸はこれからも続きそうですね。私はというと、今回のことで兄と和解することができ、ようやく昔のように仲良くなることができました。本当に良かった。海外へ戻る兄と、次帰った時に焼肉に行く約束もしました。平穏な日常が戻って本当に良かったです。私、結婚するのやめようかな。急にどうしたんだよ。結婚式は明日なんだろ。お兄ちゃんは私に結婚してほしい？そりゃ、可愛い妹が幸せになるなら。幸せになれないかも。相手と何かあったのか？リキアね、最近ギャンブルにハマってるみたいなの。うわぁ、マジか。パチンコとか、競馬とか、酒癖もどんどん悪くなってて、これから先が不安でたまらない。本人と話してみたか？怖くて話せないの。話したらこれが原因で関係が終わるかもしれないって思っちゃって。そう思うってことは、しおりは力也くんのことが好きなんだよな。そりゃそうだよ、3年間一緒にいて大好きになった人だもん。それならなおさらちゃんと話すべきだと思うよ。あと一つ気になることがあって。ん？なぜか最近私の浮気をしつこく疑ってくるの。どんな時に？香水変えただけで別の男の匂いをつけてきたとか言われるし、少し帰りが遅くなっただけで男と遊んでたんだろって言われて、いちいち傷つく。ああ、もちろん浮気なんてしてないよ。そうだよな。ちょっと疑ったでしょ。いやでもさ、浮気を疑っちゃうくらいしおりのことが好きなんじゃないのか？なんか違う気がする。難しいな。プロポーズされた時はすっごく嬉しかった。この人と生涯を共にするんだって思ったら涙が出てくるほどに喜んだわ。なら明日の結婚式も楽しみなはずだろ。何か胸騒ぎがするのよ。今朝起きた時に急に結婚はやめた方がいいって思ったの。そうか。お兄ちゃんはどう思う？俺は力也くんに実際に会ってないし的確なアドバイスはできないけど、個人的意見を聞かせて。しおりはマリッジブルーなんじゃないかな。よくあるやつね。ずっと男っ気のなかったしおりが初めて付き合った相手だし、好きになれたってことはそれだけ素敵な人だってことだろ。そうなんだけど。ギャンブルも一時の流行りかもしれない。母さんもしおりの花嫁姿をすごく楽しみにしてるみたいだし、明日が来ればまた気持ちが変わると思うけどな。そっか、そうだよね。
ありがとう。予定通り結婚式やるよ。あ、俺も明日はちゃんと行くからな。海外からわざわざありがとう。待ってるね。はい。俺はヒロト、28歳。外資系の企業で働いており、今はパリに住んでいます。1ヶ月前、妹が結婚報告をしてきたのですが、日本に帰るタイミングがなく、婚約相手の力也君とも会えずじまいでした。なので、結婚のことを相談されたとき、どうしようかと焦りました。しおりが幸せになることが一番ですが、結婚式をドタキャンなんて、体裁が悪くなるだけですし、ただのマリッジブルーだと、本気で思っていたんです。結婚式当日、妹のことを祝う気満々で帰国。しかし、飛行機が遅れ、俺は遅刻して結婚式場にたどり着きました。そこで婚約相手の彼と初めて顔を合わせたのですが、次の瞬間、結婚は引き止めておくべきだったと思い知らされる出来事が起こったのです。結婚式翌日。殴ってすみませんでした。目が覚めたら連絡ください。もう起きてたよ。ああ、お兄さん。昨日病室に行ったのですが、まだ意識が戻ってなかったので、しおりから LINE 聞きました。そんなことよりも聞きたいんだが、どうして意識が飛ぶほどに俺を殴ったんだ？披露宴に遅れてきたものですから、ちょっと待った的なものかと思いまして。しおりの浮気相手かと思ったら、お兄さんだったんですね。笑い事じゃないだろう。それに、随分酔っ払っていたようだったが。浮かれていて結構飲んでしまいました。結婚式中に殴るなんてどうかしてますよね。すみません。ファーストコンタクトがこんなことになるとは思っても見なかったよ。本当ですね。笑い事じゃないと言ってるだろ。俺は怒ってるんだぞ。謝ってるじゃないですか。許してくださいよ。反省してるようには見えないな。君のおかげで俺の歯は折れていたんだからな。まあまあ落ち着いてくださいよ。検査入院費もかかるし、治療費だってかさむ。もちろん支払う気はあるんだろうな。そんなケチなこと言って。お兄さん海外で働いてるんでしょ。だったら金はたくさんあるじゃないですか。そういう問題じゃない。やっぱり反省してないな。俺に金を請求したらしおりが苦しむことになるんですよ。なんたって俺ら新婚ですから。席はまだ入れてないんだろ。そういえば結婚式はどうなったんだ。俺も酔っててぼんやりとしか覚えてないんですけど、お兄さんが倒れたせいで騒ぎになって救急車を呼ぶ羽目になったので中断したんです。俺のせい。いやだな、言葉のあやです。気にしないでください。中断してどうなった。続きをしようって言ったんですけど、しおりが怒っちゃって結局そこで終わりになりました。せっかく盛り上がってたんだから。怒ってたとしても客の前では隠したらいいのに。しおりもまだまだ子供ですね。は？お兄さんの LINE をもらってからは連絡が途切れてて全く返事してくれないんですよ。一緒に住んでるんだろ。直接ちゃんと謝れ。妹のせいにしてるようだが、全面的にお前が悪いんだろ。いやー、口も聞いてくれないのでしばらく家から離れることにしたんですよ。しおりの恋人だと言うからもっと成人だと思っていたが、とんでもないやつだな。そういうこと言っちゃいます？ LINE で話しただけじゃわからないでしょ。なら直接話そう。今すぐ病室に来い。俺が説教してやる。あ、今いいとこなんですいません。何をしてるんだ。また後で。おい、無視するな。さらに翌日。昨日は途中ですいません。よく LINE を送ってくれたな。妹を傷つけた挙句、人のことを散々無視してとんだクズ人間だ。いいとこだったんですって。かなり出る台に当たりまして。パチンコをやってたのか。結構儲かったので治療費少しだけ払ってあげますね。少しで済むわけないだろう。それよりももっと重い罰が必要だな。何ですかそれ。きちんと謝罪をしてきたら許すつもりだったが、ずっとふざけているし見えないところでとんでもないことをやっているようだから警察に相談させてもらう。え、お前がやったことは傷害罪になるからな。ちょっとちょっと、身内になるんですから被害届はやめてくださいよ。もう出したぞ。あ、身内に何してくれてんですか。さっきから思っていたが、どうしてしおりと結婚できると思っているんだ。
そりゃ婚約してるし、当たり前でしょ。結婚式で人のことを殴っておいて破談にならないとでも。はあ、やっぱり海外に住んでてしおりとコミュニケーションを取ってないからあのこと知らないですね。あのこと？しおりは最初に付き合った人を最後の人にしたいっていう夢があるんですよ。乙女チックで可愛いでしょ。だから絶対俺と結婚するって決まってるんです。だからそんな余裕でいて浮気なんかもするのか？はい。今浮気相手の家に転がり込んでるんだろ。何の話でしょうか。しらばっくれたって無駄だ。証拠は？浮気相手と手をつないでいる写真がある。相手の女性は随分派手だな。しおりとは正反対じゃないか。なんでそんな写真。しおりには黙っててください。ダメだ。というより浮気調査をしたのはしおり本人だからもう知ってる。そんな、俺と結婚はなしに決まってるだろう。妹は相当キレてるぞ。しおりにさっきから LINE 送ってるけど一向に既読がつかない。俺は返事が来るぞ。ブロックされてるんじゃないか。本当だ、スタンプがプレゼントできない。スタンプ？相手にブロックされているか確かめるために使う技です。されているとどんなスタンプでもプレゼントできない。お前と二人で話したくないそうだ。グループで話すのは OK らしいから招待する。しおり、すべてお兄ちゃんが言ってくれたと思うけど私たちは終わりよ。ちょっと待ってくれ。最初の恋人と結婚したいって言ってただろう。それは浮気をしない人限定。それと君はしおりのことを全然分かってない。確かに妹はよく乙女チックなことを言うがすぐ飽きるしコロコロ意見が変わる。確かに飽き性だ。浮気してるあんたに言われたくない。どうして俺が浮気してると分かったんだ。前から少し怪しいと思ってたの。私の浮気をやたらと疑ってきたでしょ。あれは逆に自分のことを怪しまれないためにやっているっていう事例がネットに載ってた。それだけ？あとは実家も遠いし友達も東京にはいないって言ってたのに、うちに帰ってこないでどこにいるのかなって考えたらなんとなく女のとこかなと思った。しおり、本当に申し訳ない。俺のことを許してくれ。なんで？浮気相手と仲良くやったらいいじゃない。違うんだよ。浮気相手は本当に遊びで、お前が本命なんだ。本命を裏切る人なんて信用できないから無理です。一度くらいの過ち、許してくれよ。一度じゃないでしょ。酔っ払って兄を殴った。これは過ちに入らないの。ごめん。お兄さんもすみませんでした。今更言われても、被害届を取り消す気はない。そのうち、浮気相手の家に警察が来るだろうな。それは困ります。大ごとにされたら。大ごとにされたら浮気相手の旦那さんにもバレるかもしれないからね。え、相手が既婚者ってことも特定済み。浮気相手の旦那さんは単身赴任中らしいね。そんなことまでどうやって？探偵に依頼すればすぐわかる。本当に探偵とかいるのか、この世に。よく電車の広告で見かけるわよ。ちょっと怪しいなと思ってたけどちゃんと仕事してくれた。そんなの金の無駄だろ。どうせあなたからもらう慰謝料でチャラになるからいいの。慰謝料なんて払えないぞ。貯金は？結婚式で全部使っちゃったよ。お前のために使った金だぞ。私と折半のくせに。何言ってるのよ。こうなったら全額払ってもらうから。やめてくれ、頼む。あとはきちんと書類のやり取りで解決しましょう。それじゃ。待ってくれ。妹はもう話したくないみたいだからこれで。お兄さん助けてください。浮気相手とはストレス発散で付き合っていただけで妹さんへの愛は本物です。こんな人が結婚前にギャンブルしたり悪酒したりするか。それもストレス発散で。お前にしおりは任せられない。よかったよ、俺を殴ってくれて。一瞬でクズ野郎だと分かった。ありがとう。そんな、俺からの請求にも逃げずに対応しろよ。夢だと言ってくれ。後日談。お兄ちゃん、報告です。リキュアから慰謝料200万円と式場代も回収することができました。おめでとう。俺も医療費きちんと払ってもらったよ。釈放されたけど前科がついたし、あんたざまあ見ろだよね。未練とかないのか？あるわけない。
でも初めての恋人だったからこれからどうしていいかわからないな。結婚式の前日相談してくれたのに、俺がただのマリッジブルーだと決めつけたのがいけなかった。ごめんな。いやいや、止められなかったおかげであいつは痛い目を見たわけだし、あれを機に親にも見放されたらしいから。じゃあ相当ダメージ受けてるのかな。浮気相手の旦那さんからも慰謝料請求されたからてんてこまいらしい。金融機関からお金借りたらしいよ。そりゃそうしないと全部の支払いできないだろうからな。ほんと、あんな情けない人と結婚しなくてよかった。しおり、無理しなくていいんだぞ。お兄ちゃん優しいね。もしよかったら俺がいい人を紹介しようか。ありがとう。でもしばらくの間恋愛はコリゴリです。それもそうだな。ささ、お兄ちゃんは早く海外に帰って仕事して。はい。私も仕事頑張るね。あ、頑張ろうな。ミカ、大変なんだよ。ああ、俺どうしよう。電話出てくれよ。頼むよ、返事してくれ。何度もうるさいわね。何なの？ああ、連絡ついてよかった。まずいことになったんだよ。家電気ついてないけど、出かけてるのか？もう帰ってきたの？早すぎなんだけど。あんたの会社が休業になっただけでもストレスなのに、1ヶ月ぶりにあんたの仕事が長期休み明けで再開したから、のんびりしてたのにゆっくりできないじゃない。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。大失敗しちゃったよ。男のくせにうじうじしてないで何が起きたのか早く言いなさいよ。家の鍵なくした。はあ？何してんのよこのバカ。当時間抜け。泥棒入られたらあんたのせいだからな。責任持ってさっさと探せ。本当にごめん、速攻で探すから。何時に帰ってくる？鍵なくしたアホのせいで恐ろしくて家に帰れないでしょうが。ああ、やってくれちゃったよ。どうしてこんなにおバカなんだろうか。そんなこと言わずにさ、頼むから一緒に探してくれよ。今どこにいる？リンとご飯でも食べてるのか？実家。リンがおばあちゃんにずっと会っていなかったから会いたいって言うし、あんたが長期休暇の間、ずっと気が休まれなかったから休養してたのに、もう最悪だわ。こき使われてたのは俺のような。何か言った？あんたみたいな冴えない奴と結婚してやったのに、私に口答えする気？いえ、そういうわけじゃ。あのさ、三人で探した方が早いかなって思って。ふざけないでよ。あんた、私とリンにまで探させる気？自分がなくしたんだから責任持って一人で探しなさい。相変わらず冷たいな。今だけ助けてくれよ。嫌だね。鍵が見つかるまで帰らないから。え？それ本気？俺クタクタなんだけど、腹も減ってるし。あんたが悪いんでしょ？それは分かってる。悪かったよ。一緒に探してとは言わないから、家の鍵だけ開けてくれないか。頼む。腹ペコなんだよ。は？何？同情してほしいの？バカバカしい。私に命令しないで。お願いしてるだけだよ。実家からなら1時間で帰れるだろ。お前が持ってる鍵持ってきてくれよ。お前？私お前って名前じゃないんだけど。ごめん、慌ててたからつい。ミカ、戻ってきてくれ。じゃあちゃんとお願いしてみて。人に物を頼むときはちゃんとお願いしなくちゃ。そうやって親に教わらなかった？なんならビデオ通話にして土下座してもらってもいいけど、どうする？それはさすがに勘弁してくれよ。はい？誰に向かって口聞いてんの？高嶺の花の私に対してずいぶん偉そうだこと。じゃあね、せいぜい頑張って。待って、頼むよ。俺どうしたらいい？知らない。会社にでも戻れば。ああ、ホテルとか泊まらないでよ。勝手にお金使ったら本気で許さないから。分かった？分かってる。小遣い2万しかもらってないから、今手元に3000円しかないし。今2万しかって言った？あんたの給料から2万渡すのどんだけ大変か分かってないよね。もっと減らされたいの？いや、それは困る。先月ほとんど職場休みだったから、
給料保証どうなるかわかんないし、どうせ家に入れないのなら今からバイトでもしたら。一日仕事してきて疲れてるのにそんな言い方悲しいよ。あ、リンから LINE だ。パパ無理しないで、鍵あるから大丈夫だよとか言ってるけどどういう意味だ。リンがなんて言おうと見つかるまで探しなさいよ。返事は？はいはい、わかりました。返事は一回。はい。またリンから。パパの鍵ママが持ってる。今家に帰ってきてると言ってるぞ。俺の鍵持ってるのか。リンったら余計なことして。はあ、会社まで戻ったんだぞ。朝出るときに確認しないあんたが悪いんでしょ。ミカ、今から帰るから理由ちゃんと聞かせてくれよ。おい、ミカ、家にいるんだろ、チェーン開けろよ。マジでうるさい。絶対開けない。外で寝れば。え、お前それは意地悪すぎるだろ。失礼しちゃうわ。私も軽く見られたもんね。言葉に気をつけなさいよ。ああ、それからこれからは23時まで帰ってこないで。夕飯も外で済ませてちょうだい。わかった？なんでだ、意味わかんないけど。そんなこともわからないの？あんたがいるとイライラするからに決まってんでしょ。わかったらどこかで時間潰してきて。勘弁してくれよ。あとその態度リンが嫌がってるぞ。リンが嫌がるわけないでしょ。頭大丈夫？リンのせいにするのやめなさいよ。見苦しい。リンが苦しんでるの理解してやれよ。すごい言い草。ああ腹立つ。もう絶対許さない。今日は絶対に家に入れないから。外にある段ボールでも使いなさいよ。信じられないこと言わないでくれよ。リンがまた悲しむぞ。悲しむわけないでしょ。ほんとアホだなお前。もう疲れたから寝るわ。じゃあね、野宿楽しんで。マジか。おいミカ。ただいま。家にいるんだよな。おい、帰ってきたぞ。ドア開けてくれ。あー、うるさい。帰ってくんの早いんだよ。昨日23時まで帰ってくんなって言ったよね。家に入れてくれよ。昨夜は物置で寝たんだぞ。今日はさすがにきついよ。家に入れてくれよ。リンが今勉強してるの。集中してるから邪魔しないで。そっと入るし静かにしてるから。なあ頼むよ、休ませてくれよ。絶対に嫌。鍵なくしたくせによく平気な顔で帰ってこれたわね。ずうずうしいんだよ。鍵はミカが持ってたんだろ。俺のせいじゃないぞ。あら、私のせいだって言いたいの？困らせるためにあんたが私のバッグに入れたんでしょう。そんなことするわけないだろ。どれだけ探したと思ってんだよ。あくまでも白を切るつもりね。ああやだやだ、人のせいにして。嫌がらせにも程があるわ。あんたの顔見たくないからしばらく家に帰ってこなくていいわよ。いい加減にしろよ。お前度が過ぎるんだよ。あらあら、急な反撃。そんなんで私がひるむとでも思ってんの？謝るまで家に入れないからそのつもりでいなさい。わかった？ああ、わかったよ。もう帰らないよ。俺は実家にでも行くよ。そう、勝手にしたら。お前の嫌がらせにはもうこりごりだ。後で離婚届送るからちゃんと書けよ。はあ？飛躍しすぎじゃない？いや、本気だよ。凛の親権も俺が取る。なんですって？凛が嫌がるに決まってるじゃない。どこまでおつむが空っぽなのよ。だったら凛に聞いてみろ。凛は自分勝手なママが嫌だって言ってたぞ。凛が？そんなこと言うわけないじゃない。昼休みに俺のとこに心配して LINE してきたんだよ。ママはひどすぎるって。リン心痛めてたぞ。これ以上ママと暮らしたくない。離婚してもいいよって。まだ15歳なのにこんな思いさせてかわいそうだと思わないのか？私のこと騙そうとしてる？俺が信用できないなら聞いてみろよ。リンからママに話をするって LINE で言ってたぞ。え？そんなはず。嘘だったら許さないわよ。どうだった？
ショックで返事もできなくなったか。あなた、どうしよう。リンがあなたと出ていくっていうの。私、リンなしじゃ生きられないわ。リンを止めて。お前さ、しばらく一人で頭冷やせ。お前が俺にしていることは、親としてやっちゃいけないことだよな。俺に対する態度は、教育上悪影響だらけなんだよ。ちょっと待って、本気でリンを連れていくの？ああ、そうだよ。真剣も俺が取るから、好きなだけゆっくりしろ。ダメよ、リンの真剣だけはダメ。それだけは譲れない。仕事もしたことないんだから、リンを養っていけないだろ。リンも俺と一緒の方が落ち着いて生活できるってさ。待って、お願い。今すぐ鍵開けるから、話し合いましょう。断る。俺ももう我慢の限界なんだよ。リンから LINE もらって、もっと早く決心するべきだって気がついた。そんな、どうしたら許してくれる？何でもするから言って。遅すぎるよ。お前はもう取り返しのつかないことをしたの。会社が休業の間は、家事全部俺にやらせて、会社再開した初日に家に入れないってありえないだろ。ごめんなさい。今家の前よね。開けるから待ってて。どっか行けって言われてたから、凛迎えに行くのに実家に戻った。お前に会いたくないから。親父が車で凛を迎えに行くから。え？お父さんが？お願いだから、凛連れて行かないで。今までごめんなさい。全部謝るから許して。これからは意地悪しないわ。お前さ、他のママ友にも嫌がらせしただろ。凛恥ずかしがってたぞ。そんなこといつ聞いたのよ。昼間 LINE してきた時に聞いた。俺だけならまだしも、お前ってやつは、つける薬がないな。そんなことまで。ああ、どうしよう。どうしたらいいの？お願いです。きちんと謝るから、話をする機会をちょうだい。くどいぞ。凛のこと引き止めるなよ。余計嫌がられるぞ。あとこれからは自分で自分の生活どうにかしろよ。お前が持ってる俺のカード止めるから。え？私働いたことないのよ。知ってるよ。これから頑張れよ。いや、私どうしたらいいの？お願いよ。反省してるから許してください。じゃあな。待って、お願いします。見捨てないで。この後、凛を実家に連れて帰り、話し合いをしました。パパやママ共に意地悪をするママが許せない。ずっと心を痛めながら我慢してきたことを話してくれた凛を見て、離婚を決意。すぐに離婚に応じないミカでしたが、凛の強い意志を目の当たりにして、自分のやったことの大きさを理解し、離婚に応じたのです。その後は、ミカは実家に帰って凛の親権を取るためにバイトを始めたそうですが、長続きせず、半ニート生活です。家族で住んでいた家は売って、俺の実家で両親と凛と4人で穏やかに暮らしています。自宅と実家が近かったので転校もせず、今は高校受験に向けて頑張っています。凛の明るい笑顔と楽しい会話あふれる幸せな毎日を過ごしています。息子の誕生日祝いと合格祝いにたった10万？ふざけてんのかバーバー。どうしてそんなに怒ってるのよ。お母さん、リクは東大に受かったんですよ。しかも誕生日も来て18歳になりました。私言いましたよね、お祝いは100万にしてくださいって。子供にそんな大金渡してどうするつもりよ。天下の東大ですよ。いろいろ揃えるものがあるし、お金が必要なんです。こんな言い方したら悪いけど、それは親の仕事なんじゃないかしら。はい、ばあさんの仕事でしょ。私はリクに10万渡した時に、こんなにもらえないよって感謝されたわよ。リクは謙遜しただけです。心の底では足りねえなって思ってるはず。だいたい普段からケチくさいなと思ってたんですよね。そうかしら。外食の時は私が出してるわ。そんなの長く生きてるんだから当たり前。私だってお父さんの遺族年金で細々と暮らしてるの。こっちもお母さんの産んだポンコツ安月給のおかげで細々と暮らしてるんです。健太だってもう48歳でしょ。それなりに稼いでるはずよ。全然足りないですよ。家賃ももったいないから、そこで同居してやるって言ったのにそれも断るし。
同居はやめておいた方がいいわ。今でも微妙なのに、同居するともっと関係が悪化するから。別に悪化したって構わないです。家賃が浮けばそれでいいんだから。あなたたち、そんなにお金に困ってるの？リクの塾やらで、かなりお金が必要だったんです。それくらい想像がつくでしょ？でも、今の私にしてやれることは、10万が精一杯なのよ。ごめんなさいね。金持ちのジジババがいる男と結婚しとくんだった。せっかく息子を東大に入れたってのに、バカにされた気分。そんなこと言わないで。私だって、リクの合格はとても嬉しいんだから。100万どうにかしてくださいよ。まだ諦めてないの？こないだ言ったでしょ？そうね、考えておくわって。まさか本気で言ってるとは思わなかったし、だから曖昧な返事をしたの。家売ってお金作ってくださいよ。私はどこに住めばいいのよ。安い老人ホーム。元気なのよ。まだまだ行けないわ。老害ってこういうことを言うんですね。本当に生きてるだけで害悪だらけ。ひどいこと言うのね。100万用意するまで私許しませんから。どうしてそんなに100万円にこだわるのよ。リクの東大合格は私の子育ての集大成なんです。それを誰かに認めてほしい。それが100万なの。よくわからないけど、私には無理よ。このままじゃ遺産も期待できそうにないわね。なんてことを言うの。あんまり調子乗ってると絶縁しますよ。リクにも二度と会わせません。そんな、役立たずなんだから、バイトでもして小銭でも稼げばいいのよ。この年でバイトなんて。じゃあその家売りたいから、さっさと召されてください。文江と申します。先日68歳になりました。夫を早くに失い、女手一つで息子の健太を育ててまいりました。その可愛い息子がこんな嫁に引っかかってしまうとは、悲しくなります。真帆は45歳で、普段から気に入らないことがあるとヒステリーを起こし、相手が誰だろうと噛みつきます。この間は商店街の八百屋でキャベツに虫がついていたとかで、店主の奥さんと大喧嘩していました。恥ずかしくて顔を隠して通り過ぎたことは反省しています。合格祝いに100万あげられるほど私には余裕がありません。なのに真帆の要求はとどまることを知らず、この後とんでもない目に遭わされることに。数日後。あなたの仕業なんでしょ？はい？私、今どこにいると思う？病院？よくわかったわね。なんとなくです。骨でも折ったんですか？なんでもお見通しね。不思議だわ。あらまあ、大変ですね。あなたなんでしょ？はい？何の話ですか？玄関出たところに大量の油が撒いてあったの。見事にすっころりんよ。やだ、お母さん大丈夫ですか？不思議ね、 LINE でも棒読みに見えるのね。確か入院すると1日1万出る保険に入ってましたよね。ってことで100日入院してください。はい？お約束の100万です。仕方ないので100日待ちます。あなたいい加減しつこいわよ。入院すれば治療費もかかるし、骨折くらいで100日も入院するわけがないじゃない。骨折ってだいたい全治3ヶ月でしょ。年寄りだから治りが遅いし、病院でしっかり治療した方がいいに決まってます。先生が1週間くらいで退院していいって。生活は大変だけど、おたきちゃんが手伝いに来てくれるって言うから。おたきって駄菓子屋の？そう。だから期待されても保険は7万しか出ないし、それも入院代に消えるから。ちょっと冗談じゃないんだけど。こないだから一体何なの？仮に100万渡すとしたら、リクにでしょ。あなたには関係ないじゃない。リクはまだ子供よ。子供の財産は親が管理するの。やっぱり怪しいわ。私はリクのためを思って言ってるだけ。本当にそうかしら。こないだお邪魔した時に見つけたんです。お父さん、いい時計残してますよね。は？知ってます？今時計ってすごく値上がりしてるんですよ。100万で買った時計が何百万になることだってあるらしいんです。だから何？最終的にはそれをいただきます。リクもきっと喜びます。あれはダメ、大事な形見なの。お父さんもリクが使ってくれた方が喜びます。あなた、合鍵持ってるわよね。
絶対に入らないで。お母さん、ゆっくり入院しててください。家のことは私に任せてくださいね。やめてよ、時計だけは取らないで。数時間後。ちょっと、家に入ったら不気味なババアに追い返されたんだけど。おたきちゃんね、ほうきで追いかけ回してきて危ないったらないわよ。間に合ってよかったわ。それに屈強な男がばあさんの後ろに5人もいたんだけど、おたきって何者なの。ああ、それは用心棒ね。は？あんなババアに用心棒ってどういう意味よ。おたきちゃんのことを語ると5時間は必要ね。この町の CIA って呼ばれてるの。コンピューターおばあちゃんと呼ぶ人もいるわ。とにかくあの人を舐めてたら大変な目に遭うわよ。せっかくの侵入のチャンスだったのに台無しじゃない。あいつら追い返してよ。身内、しかも私が合鍵を預けてるから、警察に通報してもあなたは罪に問われないだろうし、おたきちゃんに頼むしかないじゃない。おたき、なんか不気味なこと言ってた。全部知ってるぞって。ああ、おたきちゃんは知らないことないからね。何を知ってるっていうのよ。あなたを調べてもらったの。おたきちゃんはチームで動いていて、そこのトップなの。たくさんのネットワークを駆使して、ちょっとした調べ物なら2、3日あれば終わっちゃうのよ。チーム制？あのババアがリーダー？組織は日々増え続けているらしいの。今じゃ海外にも支部があるとか。どんだけよ、おたき。あなたが100万を欲しがる理由を調べてもらったの。え？なるほどね、そういうことだったのね。何よ、何度も言ってるでしょ、リクの合格祝いだって。嘘おっしゃい。おたきちゃんが全部調べたと言ったでしょ。あんなピンクとオレンジのヘンチクリな格好したババアと嫁の私の言うことどっちを信じるのよ。おたきちゃん、ひどい。ケンタの嫁でリクの母よ。嘘つくわけないでしょ。借金しまくってたなんてね。しかもご近所さんから。それはお隣さん、ママ友さん、借りられるところは全部らしいわね。それが総額100万か。それもおたきが。詳細なリストがあるわよ。やだ、三軒隣の木村さんから20万も。やめてよ、恥ずかしい。返すつもりだったから。借りたのが4年前、まだ1円も返してないの。あなたいい加減にしてよ。しかも私にバラさないように脅しまでかけたらしいわね。だって八百屋の旦那さんにも借りてるの。なのによく奥さんとあんなに大喧嘩できたわね。呆れちゃう。あれはちょっとツケにしただけだから。あ、でやっぱり浮気はしてたんだ。定番すぎてがっかりよ。え、それはなんで。この男と遊ぶためにお金が足りなくてご近所さんから借りてたってわけ。どうしてそれを絶対にバレないように徹底的に隠してたのに。この浮気相手のお母様もチームおたきらしいわ。は？息子に女ができたらしいが45過ぎの豊島みたいだからっておたきちゃんに相談したみたい。どっちにしてもおたきちゃんからロックオンされてたのよ。なんてこと。今2人ともお見舞いに来てるんだけど、ケンタは怒ってるわよ。リクはママさすがに厚かましいよって呆れてる。ねえ、なんでお手や子供に言うの。バカなの。リクは私より先に知ってたわ。なんで。リクはチームおたきの頭脳だからね。はい。高校の頃から活動してたらしいわ。知らなかった。家のお金もかなり持ち出してたみたいね。リクがおかずが明らかに減ったって愚痴ってたわ。若い男に貢ぐのに家族の食費減らすなんて、なんて嫁かしら。違うのよ、二人とも話せば分かってくれる。ケンタとリクはうちに住むことになったから。え？リクの食事はケンタには無理だし、私がやってあげないとね。いえ、私がやります。あなたは離婚されるから出ていくしかないわ。そんなバカな。結婚して20年近く一緒にいたのよ。こんなことで離婚だなんて。こんなことかどうかはケンタが決めるのよ、あなたじゃない。ケンタと会わせてください。顔も見たくないし、世間様に顔向けできないから、さっさとこの町から出ていけだって。そんな。国立とはいえ学費もかかるし、うちに住めば学費はいらないし。ケンタ喜んでるわ。
私も一緒に。無理ね。自分の母親をわざと怪我させるような嫁とは一緒に住めないって。いやよ、この年で離婚なんて冗談じゃない。人生リセットね。頑張って。やだ、絶対やだ。あなたが借りた100万立て替えて返すことにしたから、ちゃんと働いて返しなさい。あ、100万持ってんじゃん。100万どころか10倍は持ってるけど。騙したわね。さっさと助けてくれればこんなことにはなってなかったのに。全部ババアのせいだ。知るか、家族に隠し事して騙したお前が一番悪い。それにこれはリフォームに使うお金なの。あんたに迷惑かけずに済むよう、バリアフリーにしようと思ってたのよ。お母様、どうかお許しください。ダメよ。あ、そうだ、おたきちゃんが油塗って怪我させた件も立派な傷害だから警察に通報しとけって。私がやったって証拠ないでしょ。おたきちゃんはこの町に防犯カメラを普及させようと活動してるの。おかげでお向かいさんのカメラにバッチリ映ってたわ。踏んだり蹴ったりだ。心の底からおたきが憎い。あなたは我が家の恥よ。縁が切れて最高の気分。神様、お母様、おたき様、どうか私をお救いください。神様も私たちも迷惑だから名前呼ばないで。じゃあね。後日だ。その後、真帆は私への傷害で逮捕、立派な前科持ちとなりました。私は2週間後に退院し、健太と共に皆さんへ返金へ伺いました。本当に顔から火が出るほど恥ずかしかったです。真帆は家を追い出され、東北の実家へ戻り、農業を手伝いながら夜は地元のスナックでバイト。毎月お金を振り込ませています。リクは頑張って大学へ通っています。息子と孫が増え、のんびりした老後というわけにはいきませんが、なかなかこれはこれで楽しいものです。おたきちゃんのうちにお礼しにワインを持って行きましたが、大型案件で出張中とのことでした。もしおたきちゃんのことで聞きたいことがあればお答えしますので、どしどしコメントくださいね。結婚が破談した恥ずかしい姉は俺のご祝儀に300万よこせ。実家に来て今帰ったばかりなのに何言ってるの。結婚の挨拶した時金額言い忘れたから。そのバカ高い金額は何よ。俺の結婚のご祝儀だぞ。それくらい出すの当たり前だ。出さないわよ。弟祝う気ないのか。それでも姉かよ。気持ちはあってもその金額はないな。ケチか。30まで独身で仕事していたからそれくらいの金はあるだろ。私の貯金は剛のご祝儀のために貯めたんじゃないから。どうせ他に使い道ないじゃないか。自分の結婚はダメになったんだし。彼の海外出張が伸びたからそれに合わせて式を延期しただけだって何回も説明したでしょ。そういうのってただの言い訳だろ。本当は振られたくせに見え張りやがって。なんで剛に見え張る必要があるのよ。その年で振られるなんて惨めすぎるからな。もし振られててもそんなバカな真似しないわよ。売れ残りババアなんか何考えてるかわからない。もうそれならそれでいいよ。どうせ信じる気ないんでしょ。てか初めからそんな結婚話なかったんじゃないのか。どういう意味よ。おかしいと思ったんだよ。姉貴の結婚相手が大手企業のエリートだなんてよ。そう言われてもそれが事実なんで。でも別にエリートだから結婚するわけじゃないし、30にもなって売れ残ってるから適当な嘘を言っただけだろ。そんな必要がどこにあるのよ。弟に先越されるのが悔しかったんだろ。バカバカしい。強しじゃあるまいし、そんなこと思ったこともないわ。じゃあやっぱり俺にご祝儀を払いたくなかったからだ。自分の結婚式に金がいるとか言えば払わなくて済むと思ったか。強しの想像力のたくましさには脱帽よ。よくそこまでねじ曲がったこと思いつくわね。恐れ言ってか。褒めてないんだけど。ご祝儀ねぎろったってそうは問屋がおろさないってことだよ。もう反論する気にもなれないわ。じゃそういうことでよろしく。30分後。お姉さん、私たちの結婚のご祝儀300万くれるって聞きました。ありがとうございます。え、そんな約束してないけど。でも剛がそう言ってたよ。だからわざわざお礼の LINE してあげてるの。ご祝儀は常識の範囲内でさせてもらうつもりだから。じゃあ300万でいいじゃん。お姉さんならそれくらいが相場ですよ。
それは私の常識外なので。いいじゃない、だってお姉さん貯金が趣味なんでしょ。そういうわけじゃないわ、節約は好きだけど。マジで？節約と貯金が趣味の独身三人女ってなんかかわいそすぎる。気にしてないので同情はしてもらわなくて大丈夫よ。ほんと、強氏の言う通りだわ。何のこと？ブスのくせに負け惜しみだけは強いって、男に振られたばっかりのくせに。でも見て納得ってか、吹き出しそうになった。これが結婚が破談になった姉かって。それについてはなんか行き違いがあるようだけど。そうなんですか？でもその顔じゃ無理ないなーって思ったんですよ。なかなか辛辣ね。正直が取り柄なもんで、強氏も素直な私が可愛いって言ってるし。そうなのね。そうなんです。てかそんなことはどうでもいいわ。お金貯めたってどうせ使い道なんてないでしょ。そんなことないわ。もういいですって強がりは。ブスは着飾ることもないし、持っていても何の役にも立たない。今日初めて会ったばかりだっていうのに随分なお言葉ね。強氏からいつも聞かされていたから初めてって気がしないんですよ。親しみの表れだと思ったら大丈夫でしょ。あまり気分がいいとは言えないわ。それは心が狭いよ。これからは妹になるんだから仲良くしましょう。まあ。ということでお姉さんの貯金は姉妹である私のものってことでいいですよね。それは全然意味がわからないけど。家族なんだから小さいことは気にしないで。じゃあご祝儀楽しみにしていますね。私はのぞみ、30歳、両親と一緒に実家で暮らしています。私にはお付き合いしている人がいるのですが、現在海外出張中。帰ってきたら結婚しようと言っていたのですが、その海外出張が予定より長くなって延期しました。そしてそこに弟が突然の結婚報告。しかも訳のわからない法外なご祝儀の要求に困っています。1ヶ月後。ちょっと強し、あんた何やってるのよ。なんだ？親戚の人たちに私の結婚のご祝儀を集めて回っているって聞いたわよ。どういうこと？俺の分は結婚式当日にもらうけど、姉ちゃんの分が余ってると思って先に回収した。何か問題ある？あるに決まってるでしょ。何考えてんのよ。もらうなら自分の分だけにしなさい。と言ってもそんなのもらいに回るのも非常識だけど。それは俺も考えたんだ。自分の分をもらって回るのはさすがに厚かましいかなと。こう見えて俺も思慮深いんだ。思慮深い人間が姉の結婚祝いを親戚にたかりに行く？たかりとは失礼な言い方だ。それ以外に思いつかない。姉の分を弟がもらって何が悪い？いいわけないでしょ。行き場のなくなったお金を俺がもらってやるって言ってるだけだ。合理的じゃないか。そんなの通るわけないじゃない。姉貴だって結婚破談になったなんて恥ずかしくて人に言えないだろ。だから結婚するってことにしてやったんだよ。俺の思いやりだ。破談になってないって何度も言ったよね。それにご祝儀の請求なんてありえないわ。恥ずかしい。姉貴が俺に渡すご祝儀をケチるからだよ。だからその分を親戚からもらっておこうと思って。申し訳なさすぎて、私みんなにお金返して回ってるのよ。なんだ、やっぱ金持ってんじゃん。そのお金返してよ。嫌だね。俺が頼んだわけでもないのに姉貴が勝手に返してるだけだろ。あんたのやってることは親戚騙してお金搾取してるのと一緒よ。ということはやっぱり結婚は延期じゃなくて破談ってことだな。そういうこと言ってるんじゃないの。いいじゃんか、結婚なくなったんだからその分のお金を俺に回してくれても。結婚式、思っていた以上に金がかかりそうなんだよ。俺の持ち金じゃ全然足りない。式をするのはいいけど、もっと身の丈に合ったものにしなさい。無理すると後々大変でしょ。そうはいかない。式には俺の会社の上司も来るんだ。エリートの俺様に見合った式でないと。それにナナミは姉貴と違って美人だし、似合うドレスがありすぎるんだ。そんなにいろいろドレス着るつもりなの？ナナミが着たいって言うし、その方が豪華に見える。結婚式なんてそんなに豪華にする必要ある？美男美女のカップルだぞ。それなりのお披露目が必要だろうが。二人の結婚式だから好きにすればいいけど、人にお金をたかるのはやめなさい。もっと周りに迷惑かけないようにして。みんな姉貴の結婚祝いだって言えば喜んでご祝儀くれたぞ。お祝い事だからみんな嫌な顔なんてできないでしょ。あれは絶対一生結婚なんてできないと思っていたブスな姉貴が結婚するからだな。それでめでたいと思って出してくれたんだよ。人の優しい気持ちにつけ込んでお金取るなんて最低だから。姉貴もそのみんなの期待を裏切らないように、相手は誰でもいいから結婚しろよ。
ふざけたこと言わないで。なんなら俺の会社の女に縁のない陰キャオタクでも紹介してやろうか。結構よ、つくづく人の親切のわからねえ女だな。そんなんだから売れ残るんだよ。放っておいて、心配しなくてももう関わらねえよ。ナナミも姉貴みたいなブサイクなお姉さんいらないとか言ってたしな。そう、それならそれでもういいわ。結婚式前日。お姉さん、明日はいよいよ結婚式です。そうね、おめでとう。もうがっかりです。何が？結局300万包んでくれなかったみたいじゃないですか。当たり前でしょ。それよりもあの子、親戚から私の結婚祝いだって言ってご祝儀もらって回っていたのよ。それは聞きました。ナイスアイディアですね。は？だってこのままじゃお姉さん一生結婚しそうにないし、そのご祝儀余っちゃうわけでしょ。もったいないじゃないですか。まさかあなたも強しと同じ考えだなんて。私たちは一心同体なので。似た者同士ってことね。お似合いのカップルと言ってください。そのご祝儀私が全部返したのよ。やっぱり溜め込んでたんじゃない？でも返すなんてバッカみたい。そう。あ、言っときますけどこっちは返しませんからね。一度もらったものはもう私たちのものだから。あなたたちにはもう何も言うことはないわ。明日はいい結婚式になるといいわね。ありがとうございます。結婚式当日。おい、どけち女。なんなのいきなり。言い忘れていたことがある。何？今日はめでたい俺の結婚式だ。そうだね。でも姉貴は結婚式には出なくていいぞ。男に捨てられるような恥ずかしい姉とはもう縁を切るから。それはありがとう。私だけじゃなくてもちろん誰も行かないけど。は？そりゃそうでしょ。親戚にまであんな態度取ってお祝いしてくれるなんて本当に思っていたの？どういうことだ。誰も来ないってなんだ。言葉の通りだけど。親父はおくろは？行くわけないじゃない。我が息子ながら情けないからもう縁切るってさ。嘘だ。本当だよ。じゃあ結婚式はどうなるんだ。新郎の親戚一同が一人も出席しないなんて格好悪いじゃないか。あんなことやっといて出席してくれると思っていたその神経の方が驚くわ。姉ちゃんがみんなを説得してくれ。絶対お断り。てかそれ無理なんで。なんでだ。弟のためにそれくらいしてくれてもいいだろ。強しのために何かしてあげたいなんて気持ちはこれっぽっちもないわ。それでも血を分けた兄弟か。それもうやめた。血は水よりも濃い。何があっても縁は切れない。さっき自分で縁切るって言ったじゃない。取り消す。親父たちと親戚を今すぐ式に呼んでくれ。姉ちゃんも出させてやるから。だから無理だって言ってるじゃん。なんでだよ。実は私彼と海外で挙式することにしたの。え？それで今から旅立つところ。お父さんもお母さんも親戚たちもみんな一緒に飛行機場にいるんだ。俺聞いてないんだけど。急に決まったの。あんたの結婚式と重なったけど誰も行かないって言うからまあいいかなって。じゃあこっちはどうするんだよ。知らない。もう親戚全員縁切るって言ってるし。まさか。みんな旅行気分ですごく喜んでくれて、あんたが搾取したお祝いの返金分をその飛行機代に当てさせてもらった。もともとそれはこっちが出すつもりだったし、親戚の人たちもそれでいいって言ってくれて。そんな。じゃあ俺のご祝儀は？もうないわよ。嘘だろ。それにお祝いはお祝いで改めて出してくれるって。迷惑かけたからいいって遠慮したんだけど、みんな気持ちだからって。親戚ってありがたいね。じゃあ俺の結婚式は？自分でなんとかして。無理だよ。頼む。今までのこと謝るから戻ってきてくれ。嫌だよ。てないと俺の立場が。知らないと。姉ちゃん、いやお姉様、カムバーン。後日談。弟とナナミさんから土下座して戻ってきてくださいなんて言ってるビデオ通話が来ましたが、誰も返事をしませんでした。実は弟の上司が夫の知り合いで、会社の人たちに事の顛末を知らされ、みんなに白い目で見られることに耐えられなくなって会社を辞めてしまったようです。実家に泣きついてきたので親戚にお金を返すように言うと慌てて借金を返済しましたが、両親にも親戚にも絶縁されてしまいました。豪華な結婚式ですでに借金を抱えていた上にさらに借金が膨らみ、今はその支払いのため弟は工事現場で、七海さんは夜のお仕事に出て極貧生活をしているとか。
私は海外で無事結婚式を挙げました。ささやかな式でしたけど、心のこもったお祝いをしてもらえてとても幸せです。お前の頭は飾り物なのか？今夜は大切な会食だって言ったよな。それで用意した服がこれなのかよ。アパレル関係の方との会食でしょ。だからシャツやスーツはお相手のブランドのもので揃えたんですけど。それがドヤ顔で言うほどのことかよ。ブランドはブランドでも昨年のものなんて今さらダサいんだよ。ごめんなさい、そこまで気が回らなくて。まったく、お前が羨ましいよ。どんなヘマを連発してもごめんなさいと口先だけ謝れば済んじゃうんだもんな。そんなつもりはないの、本当にごめんなさい。どうせ今も俺が出張でいないのをいいことに家事もしないでゴロゴロしてるんじゃないのか。そんなことないわ。私の仕事の方もちょっと忙しくてバタバタしてるから、あなたに迷惑をかけて申し訳ないとは思うけど。それより今晩はちゃんと俺の実家に顔を出しておくんだぞ。この前みたいに残業で行けないなんて言い訳は許さないからな。もちろん努力はするわ。だけどクライアントあっての仕事だし、なかなか退社時刻ぴったりに帰るのは厳しくて。言い訳は聞きたくない。お前が優先すべきは第一に俺の妻であること、第二に実家の土台であること、それ以外はないと思え。もし守れないようなら仕事なんか今すぐ辞めればいいんだ。そんな、妻として嫁としての務めはきちんとするつもりだけど、仕事やプライベートも私にとっては大切なことなのよ。うるさい。実際に役目が果たせてもないくせに偉そうな口ばかり聞くなよ。母さんからもいつになったら仕事を辞めるのかって常日頃から言われてるだろ。確かに週に2度のお母様の通院に付き添えないのは申し訳ないと思うけど、週末や退社後はなるべくお手伝いできるようにしますから。言い訳はいいと言っただろ。そもそもお前からは俺に対しての愛情や尊敬の気持ちが全く感じられないじゃないか。いくらなんでもそれはひどいわ。ただ夫婦なんだから、ほんの少しお互いに歩み寄れたらと。ほらな、結局はああ言えばこう言うで自分の要求ばっかりだ。もういい、帰ったらきっちり退職届を書かせるからな。私の名前はマナミ、32歳。彼も作らずに仕事にかまけているのを心配した大学時代の友人に紹介された商社マンの直也と結婚して2年目の DTP デザイナーです。 DTP デザイナーとは平たく言うと、パンフレットやチラシに文字や写真をより効果的に配置して印刷するための元データを作成する仕事のこと。納期が厳しいこともよくあるので大変なことも多いのですが、子供の頃からデザインの仕事に就きたいと思っていた私には天職です。しかし義母のひろこさんからすれば、嫁となるべき人に必要なのは仕事の内容などよりも若く従順であることだけ。ところが最愛の息子が選んだ私は若くもなく仕事大好きという義母の理想とかけ離れた人物。当然一人息子の嫁として全くふさわしくないと激怒していたそうです。しかし肝心の直也が私との結婚に固執したため、義母に言わせれば社会人としての臭みのついた嫁を迎えることになったんだとか。もっとも私がこうした軋轢を知ったのは直也と結婚した後でした。それというのも、子供が生まれるまではと仕事を続けることに同意していた直也が、ことあるごとに私の仕事を取るに足らない、くだらないとディスり始めたのです。しかも暴飲暴食による過度の肥満で通院治療が必要になった義母からの仕事なんかさっさとやめて、義実家のために奴隷のように働けという要求はエスカレート。直也もそんな義母をたしなめもせず嫁として受け入れてくれたのだから、誠心誠意義母に尽くせというだけ。そんな毎日が続き、私はこの結婚を続けるためのモチベーションが少しずつ削られるような気がし始めていました。1ヶ月後、赴任先に送るように荷物をまとめておけと言ったのに、こんな時間までどこにいるんだ。まさかまだ仕事しているとか言うなよ。自分はいつも帰宅時間の連絡もろくろくよこさないくせに、いきなり質問しないで。うるさい、質問してるのはこっちだ。酔っ払いと議論しようとは思わないわ。話なら明日の朝聞きますから。はあ、
嫁の務めも満足に果たせないくせに俺に逆らうなんて何様のつもりだよ。逆らってなんかいないじゃない。だったらなんで俺の海外赴任に帯同したくないなんて言うんだよ。駐在員妻としての務めを放棄するなんて許さないぞ。あなたにも前々から話してたでしょ、祖母の状態が思わしくないの。だから日本を離れたくないのよ。お前の祖母、そんなの俺と結婚した時点で他人と一緒じゃないか。ひどい、そんなこと正気で言ってるの。当たり前だろ、お前は俺の嫁なんだから俺の意に背くことは何一つ許さないからな。本気で言ってるの。あなたも知っているように祖母は早くに亡くなった両親の代わりに私を育ててくれた人なのよ。それこそが俺がお前と結婚した理由の一つだからな。親なしてあとは棺桶に片足入れた祖母だけなら誰にはばかることもなく俺は母さんの奴隷にできるからな。それじゃあ初めて会った時に一人でも頑張ってきたんですねと褒めてくれたのは嘘だったの。嘘も方便って言うじゃないか。だったら私と結婚するってお母さんの反対を押し切ったのは。もちろん俺にとってコスパのいい嫁が手に入るからさ。不平不満を抱えたところで仕事もなく頼る相手もいないとなれば女一人どうしようもないだろう。でも最初のうちは私が結婚後も仕事を続けることを認めてくれたじゃない。あれも嘘だったの。嘘というよりポーズだよ、ポーズ。今時子供もいないのに結婚と同時に無理やり仕事を辞めさせたなんて聞こえが良くないからな。ま、おかげで母さんまで俺が嫁に甘えと信じてるんだから我ながらうまくいったよ。そうだったの。分かったんなら明日にでも仕事は辞めてこいよ。これ以上へりくつを言うんなら具合の悪い祖母にあなたのせいで離婚ですって言わないといけなくなるかもな。そしたら自分を責めて具合がもっと悪くなるかもな。分かったわ。あなたの言う通りに仕事は辞める。海外赴任にもついていく。だから祖母には何も言わないで。そうそう、黙って俺の言うことを聞けばいいんだよ。3ヶ月後。おい、さっきの支社長夫人への態度はなんだ。ふざけるな。駐在員としての俺の顔を潰す気か。何のこと？とぼけるなよ。日本人会の人たちと出かけるなら出かけると言えばいいだろう。それを黙っているから俺が恥をかく羽目になったんだぞ。あなたの顔を潰した覚えはなし、何のことを言ってるのかさっぱりわかんないんだけど。今日は支社長の奥様のお声がかりで駐在員家族総出のバーベキューだと言っただろうが。だけどそれをあなたが私に伝えたのは昨日の夜遅くに帰宅してからだったでしょ。今日の日本人の会のボランティアワークの予定は先月には決まっていたんだから、そんな急にキャンセルなんて無理よ。いちいち俺が言うことに逆らうな。それもわざわざ俺たちが行く公園の目と鼻の先の教会でこれ見よがしにやることはないじゃないか。おかげであら奥さん病気じゃないのと嫌味まで言われたんだぞ。見えついた嘘をつくからそんなことになったんでしょ。ボランティア仲間にパンフレットの作成を依頼されたからって図に乗るなよ。お前のやってることなんて仕事とも言えない程度のものだからな。そんなパートで稼いだくらいで俺に逆らうな。離婚するぞ。そうやって大声出して脅せばいいと本気で思ってるの？うるさい。逆らうならお前のクレジットカードの使用を即刻停止にするからな。あなたがいくら腹を立てたところで日本人会のお付き合いの方をないがしろにしてもいいというわけでもないでしょ。支社長の奥様には私の方からお詫びを入れておきます。俺はお前のそういう小賢しいところが気に食わないんだよ。俺の稼ぎがなきゃお前なんて生きていけないだろ。少しくらい昔稼いでいたからって調子に乗って偉そうにするな。6ヶ月後。おい、何回メッセージを送ったと思ってるんだ。さっさと返事しろ。何か用があるんですか？なんだその言い草は。ふざけるのもいい加減にしろ。会社に呼び出されての一時帰国で空港に着いた途端にいなくなるってどういうことだ。ご実家宛に送った私からの手紙の中身確認していないんですか？何のことだ。お前を探そうが忙しくて家にはまだ顔を出せてもないんだぞ。ああ、なるほど。一人合点してないで説明しろ。いや、まずはさっさと戻ってこい。帰るってまさかあのマンションに？いやいや、それはないですね。何をわけのわからないことを言ってるんだ。まだ手紙を見ていないのでしたら今申し上げますけど、あなたとは離婚します。今後は弁護士を通して連絡してください。弁護士事務所名と住所は封筒に明記されているはずですから。
お前何を言ってるんだ。まさか時差ボケのせいで頭がおかしくなったのか。いいえ、おかげさまで解放感に満ち満ちて気力も精神力もバッチリです。正気なら離婚なんて選択肢が自分にあると思うはずないだろうが。あら、どうしてですか。お前、俺がいなかったらどうやって食べていけるんだ。まさか元の仕事に戻れるとでも。もしそう思ってるんなら、お前の元の会社はとっくに外資に買収されているから、簡単に出戻れると思わない方が賢明だと思うがな。よくご存知ですね。ですがあなたの海外赴任に帯同する羽目になって、ろくに引き継ぎもできずに辞めた会社にのこのこ戻れるなんて、そもそも考えたこともありません。だったらどうやって食べていくって言うんだ。あなたからの慰謝料と自分の給料で十分に食べていけると思いますけど。なんで俺がお前に慰謝料を。万が一離婚になってもお前のような不出来な嫁をもらってやった俺が慰謝料を受け取るべきじゃないのか。残念だけど意見の相違ですね。確かに私は至らない嫁かもしれないけれど、普通は浮気をした方が離婚の際は慰謝料を支払うんですよね。俺が浮気したっていうのか。何の証拠があってそんなデタラメを。デタラメかどうかは今送った写真を見て判断することね。え、どうしてこんな写真が。あなたも支社長の奥様も外国にいるっていう解放感で用心を怠ったんでしょうけど、日本人コミュニティのつながりを甘く見ない方がいいわよ。どういう意味だ。あなたはともかく言葉に不慣れな奥様の立ち回りそうなところは現地の日本人にとってはおなじみのスポットってことよ。そんなところでいかにも訳ありですって男女が腕を組んだりイチャイチャしていて目につかないはずないでしょ。それで隠し撮りを依頼したのか。あのね、あなたたちは普段から駐在員は特権階級とばかりに現地で暮らしている日本人のことをやたらと見下してたじゃない。いちいち頼まなくても忠告のために写真や動画を送ってくれる人なんて山ほどいたわよ。だとしてもそれで即離婚なんておかしいだろ。まずは話し合うべきだろ。お断りよ。人がちょっと下手に出たらいい気になるなよ。俺の稼ぎがなきゃお前なんて生きていけないくせに。そっちの弁護士が何と言おうぞ慰謝料なんて払わないからな。慰謝料請求については特段急ぎませんから、じっくり腰を据えて争いましょうか。生活の方は今まで通り仕事をこなせばいいだけですし。おいおい、よせよ。まさか向こうでやってたみたいなボランティア程度の仕事で食べていけると思ってるのか。ええ、思っていますよ。だってあなたの倍は稼いでいますから。俺の稼ぎの倍。何を夢みたいなこと言ってるんだ。単なる事実ですけど。そう言うんならどんな仕事で倍も稼いでいたって言うんだよ。面倒くさい人ですね。じゃあ今送った画像で確認してください。私のこの半年のネット銀行の通帳のスクショですけど。この金額どういうことだ。なんでこんな高額なギャラが。あなたが会社に行っている間、在宅ワークとして DTP デザイナーの仕事を続けていたんです。だからってこんな高額おかしいだろ。海外在住者ってスキルさえあれば需要が多いんですよ。知りませんでした。今時ネット環境さえあれば発注も納品も問題ありませんし、むしろ時差を生かせば日本時間の夜の間に仕上げて翌日の朝一にお渡しできるので、タイトな納期の案件を抱えたクライアントから引っ張りだこなんですよね。そんな。ですから腰を据えてじっくり時給戦でも私は一向に構いませんので。向こうにいる間にウェブデザインの勉強もしたから、そちらでの受注もいただける予定です。おい、まなみ、なんだかお互いいろいろ誤解があったみたいだし、離婚は保留にしてきちんと話をしようじゃないか。そうですか。でも私と話すよりもまず社長や会社の方とじっくりお話しされた方がいいと思いますよ。社長や会社。ええ、まさかこのご連を呼んで今回の一時帰国の命令の理由に心当たりがないわけありませんよね。そんな、まさか。それに私に対する数々の問題発言も記録をすべて弁護士に提出済みです。こちらに関してもきっちりと償っていただきます。そんなことしていいのか。離婚して罰がついたら大切な祖母が悲しむと思わないのか。最後まで迷っていた私の背中を押してくれたのはその祖母ですから、ご心配には及びません。ご不満なら法廷の場であなたの暴言を証拠として聞いていただきますね。嘘だろ。おい、まなみ、頼む、許してくれよ。後日談。その後私は宣言通り
一切連絡を受け付けませんでした。そこでやむなく直也は弁護士に連絡、私との面会と再構築を頼んだものの即座に却下。少し渋ったものの、最終的には裁判を回避するため離婚への同意と慰謝料の支払いに応じました。私はそのお金で祖母をホスピスに入れ、今は心穏やかな毎日を送っています。一方、今度の件で直也には浮気だけでなく横領の事実まで浮上。なんとか懲戒解雇を免れるべく、横領したお金を返すために義母に無断で実家を売却し、その代金を支社長への慰謝料と会社への返済に充てたと聞きました。しかしそれで表向きは退職となっても、人の口に戸は立てられないもの。再就職の話がまとまらないどころか、恥を忍んで頭を下げに行っても相手にもされず、スルーされ続けたとか。今ではすっかり落ちぶれて、義母の年金だけを頼りに細々と安アパートで暮らしているそうです。お宅の旦那さん浮気してますよ。え、最近帰りが遅いでしょう。確かにそうですけど、あなたは誰ですか？名乗るほどのものではありません。名前出ちゃってますけど、しずるさんでよろしいですか？それは偽名です。偽名まで使って私に嫌がらせをして何がしたいんですか？真実をお伝えしたくて。夫が浮気してるってことですか？はい、間違いありません。でもあなたの言うことを信用していいかすらわからないんですが、もしかしてあなたが浮気相手なんじゃないんですか？いいえ、違います。じゃあ私の連絡先はどうやって？秘密です。お話になりませんよ。話に信憑性がありません。信じるか信じないかはあなた次第です。都市伝説みたいに言わないでください。斉藤エマという同じ職場の受付の女と浮気しています。具体的ですね。旦那さんに確認されては？そうですね、まずは聞いてみないと。必要であれば写真などの証拠もありますので、お申し付けください。あなた何の目的でこんなことしてるんですか？世直しですよ。浮気する男が許せないんです。よくわかりませんけど、とにかく夫と話してみます。あなたもよく考えた方がいいですよ。浮気するような男とはさっさと離婚すべきです。お子さんもいらっしゃらないようですし。そんなことまで知ってるんですか？本当に何者なんですか？では失礼します。忠告はしましたからね。ちょっと待ってください。ねえ。数時間後、ケンタ、今いい？いいけど。斉藤エマって誰？え？え、じゃなくてこっちが聞いてんの。なんでその名前を？その人と浮気してるの？してない。飯くらいなら行ったことあるけど、それも数人でだよ。匿名というか偽名で密告があったのよ。斉藤さんならうちの会社の受付の子だよ。らしいわね。その人と浮気してるってある人が言うのよ。誰だよそんなこと言うのは。しずるさんって人。そんな人知らないんだけど。偽名だって言ってたもの。誰なんだよ。あなたのもう一人の浮気相手だったりして。そんなわけないだろ。浮気なんかしてないよ。証拠も出せるって言ってるわ。出してもらおうかしら。証拠？見たくなっちゃった。やめておいた方がいい。怪しすぎるぞ。関わるな。詐欺とかじゃないのか？世直しとか言ってたわ。余計怪しいじゃないか。何もしてないなら焦る必要ないよね。何もしてないけど証拠とか言われると怖くなるだろ。捏造されてるかもしれないし。なるほど、そういうパターンもあるか。関わるなって。そいつのことはブロックしろ。でも気になるじゃない。いきなり電話してきて、あなたの旦那さん浮気してますよなんて言われたら。確かにそうだけど、明らかに怪しいじゃないか。本当に世直しをしたいだけの正義の味方かもしれないわよ。俺のこと信じてくれないわけ？信じたいけど、こういう情報が入ってきちゃうとね。こないだも仲良かった友達夫婦が旦那さんの浮気で離婚したのよ。夫婦なんて本当にわからないって思った。俺に限ってはない。絶対にない。だよね。信じたいんだけどさ。これ以上疑うならさすがに俺も怒るぞ。わかったよ。数日後、いかがですか？証拠の資料は届きましたか？わざわざお写真まで送っていただいたのですが、夫は否定しています。
この写真は同僚数人と飲んだ時の写真を切り取られているだけだと。そうですか。しかもこれ Facebook に載ってるんですよね。そうですか。つまり渡しても手に入る写真ってことです。では LINE のトーク履歴はいかがでしょうか。これもアプリで作成した偽物じゃないかって夫が。男は嘘をつく生き物です。浮気なんて絶対に認めませんよ。ですよね。でも私もそのアプリ使ってみたら、いただいたものとそっくりだったので、簡単に作れちゃうものなのかなと思うと、どうも信じきれなくて。あなたが浮気されたままでもおつらくないのでしたら私は構いません。というか、どうしてうちの住所までご存知なんですか。秘密です。私、浮気相手の存在よりもあなたの方が気になるんですけど。私はただの女です。何者でもありませんので、詮索しないでください。でも私を探そうとすると役が降りかかりますよ。恐ろしいこと言わないでください。もう一度よーく考えた方がいいと思います。もう連絡はこれで最後にしてください。これ以上うちをかき乱さないでください。後悔しないといいですね。数日後、しずるの正体分かったわ。誰だった。まさかのあの人よ。え、今から呼ぶわね。ちょっと待ってて。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないってば。誰なの。私はケンタさんとは面識はございません。もうそのお芝居やめましょうよ、お母さん。は、母さん。ルカさん、ご冗談を。私はあなたの義母ではありません。もう分かってるんですって。何のことでしょうか。先日お父さんと駅前でばったり会ってね、お昼ご馳走してくれるって言うからお寿司行ったのよ。そうだったのか。お父さん、スマホに変えたはいいけど全然使いこなせてないじゃない。そうだな、機械音痴だもんな。それで操作方法とかいろいろ教えてたの。へえ。そしたら LINE のアプリが入ってたから、お父さん LINE やってるならお話しましょうよって言ったら、 LINE ってなんだってなってさ。どういうこと。お父さんのスマホって初期設定のまんまでアプリなんかほぼ入ってないの。なのに LINE が入ってるっておかしいでしょ。そうだな。だからお父さんの許可をもらって LINE を開けたのよ。まさか。そう、しずるって書いてあって、アイコンもこれと同じだった。母さん、何やってんだよ。あの老いぼれじじいのせいでバレたか。他人を装って俺を貶めるなんて母親のすることかよ。ケンタのためにやったのよ。何が俺のためだよ。ルカに疑われて最悪だったんだぞ。ルカさんが怒って離婚を突きつけると思ったの。は？俺たちを離婚させたいのか。そうよ、孫の一人も産めない嫁なんてうちにふさわしくないからよ。授かり物なんだから仕方ないだろ。デリケートな問題なんだからいちいち口出すなよ。あなただって子供欲しいでしょ。ケンタは優しいし、ルカさんに子供欲しいなんて言えないと思ったから私がやってあげたの。そんなこと頼んでないだろ。ルカさん、そういうわけだから計画は失敗したけど、ケンタとは離婚してもらうわ。そんなこと急に言われても困ります。ケンタにはもっと健康的で素敵な人を見つけてあげる。私、逆にバツイチ子持ちとかの方がいいと思うのよね。子供を産める体ってのが証明されるわけじゃない。そっちの方がまた騙されなくて済むでしょ。何言ってんの。あなたは心配しなくてもいいの。全部母さんに任せなさいね。あの、謝罪はないんですか。謝罪？誰に。私たちにですよ。ずいぶん振り回されました。嘘だったんだから別にいいでしょ。ケンタは浮気をしてなかった。はい、終わり。いやいやいや、ダメでしょう。人を騙したんだから謝りましょうよ。冗談じゃないわ。もう嫁でもなくなるあんたにどうして私が謝らなきゃいけないのよ。はあ、そうですか。本当にいいですね、謝罪はしないってことで。棺桶に入ったって謝罪はしないわ。ケンタのためにやったんだもの。感謝されてもいいくらいよ。よーくわかりました。では今から衝撃の事実を発表します。何。どうせ大したことないわよ。私、妊娠してます。え？5ヶ月です。安定期に入りました。嘘。なんで言わなかったんだよ。妊娠しにくい体だったし、もしダメだった時にがっかりさせたくなかったのよ。そうだったのか。5ヶ月も一人で不安だったよな。私がお酒飲まなくなったのも気づかなかったくせに。確かにそう言われれば。つわりとかはなかったの。それがなかったのよ、ありがたいことに。
そうなると話が変わってくるわね。はい。でかしたわ。やればできるんならさっさと作ればよかったもの。はあ。名付けは私に任せなさいね。男女ともに候補はいくつか考えてあるの。へえ。あなた仕事するならしていいわよ。私が面倒を見てあげる。最近じゃミルクで育てる子も多いって聞くし、子育て経験者の私に預ければあなたも心配ないでしょ。ボケました？は？なんてこと言うのよ。さっきから変なことばっかり口走ってるんで。子供ができたんなら今までのことは水に流してあげる。だからなんで上から目線なんですか。水に流すかどうか決めるのはこっちですよ。何がよ。私この妊娠がうまくいくかすごく不安定な時期だったんです。そんな時に夫が浮気したとかいろいろ言われて、ああ見えて落ち込んでたんですよ。だから何。いたずらでこんなことをしてお母さんを私許しません。あなたに許してもらわなくていい。俺も許せない。なんでよ。あなたのことを思ってやったことだって説明したでしょ。だとしても俺もルカも嫌な思いをした。母さんのせいで。あなたにだけは謝るわ。許してちょうだい。ルカにも謝りなよ。それだけはプライドが許さないわね。でしたら孫は抱かせません。ごめんなさい。はい、謝った。だったらいいでしょ。こんな心のこもってない謝罪初めてです。めんどくさい女ね。謝罪に色なんかついてないの。黙って受け取れ。全く反省してないのがよくわかったので、私はお母さんとは今日限りで絶縁させていただきます。俺も。嘘。なんでそうなるの。ぶっちゃけ名付けの話とか聞いてゾッとしました。あんなに出しゃばってこられたら今後の育児にも支障をきたしそうなんで、今日限りということで。ではお引き取りください。いやよ、私はお孫ちゃんを抱っこするの。母さんには抱かせないよ。あなた一人息子なのよ。親孝行くらいしなさい。孝行する価値のある親ならね。残念ながら母さんにはない。やめて、そんなこと言わないで。お母さんが心を入れ替えたと私が納得するまで孫の顔は見れないと思ってください。いやよ、お願いよ、私にお孫ちゃんを抱かせてちょうだい。後日談。その後義母は毎日のように我が家に押しかけ、養蚕サプリや貧血にいいからとプレーンなどを持ってきて、私はその都度居留守を使いました。玄関先に紙袋と手紙が毎回添えられており、赤ちゃんのためにはなどといらないうんちくが書かれていてうんざりします。全く反省していない様子なので、この度引っ越しを決めました。次の住民の方は謎の手紙に驚くことでしょうが、義母もすぐ気づくでしょう。義母が孫に会える日は来るのでしょうか。